今、高尾駅から新宿の自宅に帰る配信をやっていて、今西国分寺駅です。よろしくお願いします。よし、出発です。みんなまた2、痛い足、太ももが痛いよ。自転車買ったらダメ？自転車買ったらダメっすか？頑張るよ。いや、押すと邪魔になるわ。小金井過ぎたら楽になる？小金井って武蔵小金井のこと？オッケー、頑張る。有名なセブンイレブンってどんなセブンイレブンの？何それ。バッテリー、オリンピックのロゴをパクった。なんかカメラが変だな。パソコンも疲れてきたのかな。もう歩きたくない。もう帰りたい。ああ、もうやだ、帰りたい。うん、なんでだよ、足痛えな。なんか食べた？いや、腹は減ってない。なんでだよ、足いってマジで。もう CZ うざいからブロック。さよなら。ブロックでーす。
快だよ、ほんと。おにぎりとかバナナとかないっすね。おおが痛い。ここだ。この交差点左ね。これを左ね。これ左に曲がります。立橋登らないとダメか。これだよね、多分泉町。これ左行きます。下り階段きっつ。下り階段マジきっつい。よし。よし。頑張れ。痛みに耐えろ。よし。まっすぐ歩きます。今9駅過ぎたんだよね。次10駅目だよね。武蔵、次はなんだっけ。次はなんだ。次の駅なんだ。頭いい。もう回んねえ。次の駅なんだ。国分寺。国分寺ね。あかん。もう。またずれもひどいし。
頑張れ。よし、頑張れ。よし。よし。頑張れ。頑張れ。一歩ずつ、一歩ずつ。しっかりしっかり、一歩ずつ。ファイトファイトファイト。ファイト。よし。よし。頑張れ。ファイト。よし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 。頑張れ。よし。よし。コメント見れてる？コメント止まってるけど。電波不足？見えてたら手を挙げてください。だいぶ前からコメント止まってますね。どうすか？これどうなってんだろう。電波不足か、これ。ね。あ、ごめんごめん、こっちの方が止まってるね。止まってるね。どうしよう。コメント確認しました。どうしよう、これまた不具合だね。どうすればいいんだろう。コメントが復活しないかな。どうしよう。コメントくん復活して、コメント復活しろ。コメントどうにかなれよ。まいったな、またかよ。なんで復活しねえんだよ。頼む頼む、コメント復活してください。どうしたらいいんだろう、これ。この不具合どうにかしてえな。どうしよっかな。フィードバックねえな。あー、戻った戻った、ありがとう。復活したコメントありがとう。どうすればいい？このまま歩いたらやばいって何？復活したわ、よかった。あー、日が暮れてきたな。最悪だ。
たね。OK、 みんな。ごめんね、コメント読めなくて。今復活しました。はい、解放帰り。お腹には入れないかな。のんちゃんの家で休憩するときに、うん、今、アンチをブロック入れたら治った。おー、矢野ラッキーさん。戻れた？あー、よかったよかった。深夜さん、OK、ありがとう。じゃあ、みんなで、旅団、頑張っていこう。みんなで一緒に冒険しよう。旅団復活。OK。よし。カロリーはね、なんか取りたくないんだよね。それよりも腹が減ってるとかないんだよね。腹が減ってるとかは特にない、今のところ。今ね、どこだっけ？誰か説明してください。ちょっとごめん、頭回んなくなってきたわ。誰か今ここやって。今ここやってください。ありがとう、パルちゃん。ナビゲートありがとう。羊羹とかか。羊羹は食えるな。ありがとう、ブロン。ごめん、もう頭回ってねえわ。もう歩くたんびに激痛が走る。申し訳ない。ああ、 F ブロックするわ。ありがとう。 F ブロックします。F ブロックしました。糖分ね。いや、頭が回んない。駅名とかも全然出てこない。もう歩くたんびに激痛。はあはあ、よし、きついな。口にできそうなもの、飴舐めてる。今もう限界だわ。いって。国分寺公園だね。多分。わかんないけど、飴。でも飴もそんな舐めたくないね。口がベタベタするから。オッケー、ゆっくり行きます。よし、頑張ろう。頑張ろう、一歩ずつ。ゆっくりの前に進む。もう子供が歩くスピードに負けてるもん。子供に追い抜かれちゃってるもん。ダメだわ。ああ、ジャニーさん。あれだよ、もう休憩して寝なよ。コーラか。コーラね。豆も痛いね。すりむけて痛いね。両足ね、痛いね。あと、もうふくらはぎとももがパンパン、肩が
パンパンです。血が固まってるんじゃないかって、足が鉄でできてるんじゃないかって思うぐらい、本当によく足が棒になるってこういうこと言うんだろうね。太もも、ふくらはぎ、パンパン、足の土踏まず、両足ですね。豆は土踏まず、右足は土踏まずにできたのと、左足は親知らずじゃなくて、なんだっけ、あの猫の肉球があるところ、美大院前輪にしようか。終わったらっていうか、まずのんちゃんの家で一回バッテリー充電休憩あるから、のんちゃんの家でバッテリー休憩、顔洗いてえな、どっかで。のんちゃんの家までどれくらいなんだろう、ちょっとわかんねえな。のんちゃんの家までどれくらいか全くわかんない。誰か駅書いて。国分寺、武蔵小金井なとかわかんねえ。座りてえ、マジで。あ、ダメだ、一回座るわ。よし、重い、荷物が重い。東小金井、武蔵境、まだまだ先だな、多分。のんちゃんの家まだまだ先ですね。気が遠くなるぐらい先だ。ありがとう、まみっつさん。結構遠いな。まだまだ先だね。休憩どっかで行こう。アホっすね。もう現時点でも結構もうもう次の駅で本当終わりたいよ。次の駅でゴールでいいっしょ。いやーやめてください。本当応援めちゃめちゃありがたいっすよ。めちゃめちゃ勇気もらえますよ。ていうか、一人だったら絶対できなかったもん。一人だったらまずここまで歩けなかった。いや、明日やるんだったらヘタレだと思ってて、それだとそんなのいくらでもズルできるじゃん。ズルっていうか、じゃあ明日にするわ。やるっつったらやりたいんだよね。一回やるって言って動き出したらやりきりたいんだよね。なんかやっぱ応援してくれてる人に申し訳ないから。ハートありがとう、綾山さん。ゴールは俺の家だよ。やっぱり自分一人だったらどうでもいいんだけど、あの応援してくれてる人がいるし、会ってくれた人がいるから、歩き始めたらもう最後までやりきりたいんだよね。そう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 、やっぱ支援とかもあるし、
やっぱ目の前でさ、頑張れって言われちゃったらさ、いくらクズでも、クズはクズなんだけど、その先のクズはダメだと思ってて、クズはクズでいいと思ってんの、別に。俺は別にクズだし。でも、その一線は越えちゃいけないクズだと思ってんだよね。意味はないです。意味はないです。でもやるんです。意味なんてありません。でもやるんだよ。辛いし痛いよ。でもやるんだよ。俺が一番よく分かってないからね。はい、ハートの箱ありがとう。風船の箱ありがとう。いや、もう関節痛いっすね。膝が。これはあかん。これはあかんよ。はい、頑張ります。リコピンありがとう。頑張るよ、ありがとうね。応援ありがとう。頑張るよ。よし。いやー、ちっぽけなプライドかもしんないけど、そうだね、意味はわかんねえな、俺も。なんでやってんのか考えたこともねえし、俺もわかんねえわ。なんでこんなことやってんだろうな。わかんねえな。なんでなんだろうな。なんでだと思う。理由はないけど、別に。支援のためにやってんの。いや、支援のためにっつうか、食いたいっていうのは正直あるよ。蛍原さん。俺はこれで飯食ってるわけだから、これに限らず、全部の配信に載せてることは全て支援いただきたいっていうのは正直あるよ。俺は。だから配信のためにこの企画をやってるっていうよりも、俺は全部の放送、やっぱ本当に億万長者になりたいし、もっともっと有名になりたいし、だから、なんつうんだろうな、全部の活動が、支援に繋がってるっていうか、俺はそういうつもりでやってるけど、だから俺はそういう浅ましい人間だよ。いや、俺はね、基本的にボランティアはしないって決めてる。だから俺はそういう人間だよ。そういう人間だと思って付き合って。そういう人間だと思って配信を見て。俺金欲しいから配信やってる部分あるもん、正直。正直あるよ。すいません。全部金だけじゃないけど、富も地位も名声も、ライフスタイルも、生き様も全部手に入れたいから俺配信やってっから。金はもちろん重要なファクターだよ俺にとって。やっぱ大金つかみてえわ。俺は大金つかみてえわ。もっと有名になりてえわ。それが本音だわ。だから支援のためにやってるの、有名にそこまでしてなりたいの。うん、そうだよ。うん。金つかみてえわ、有名になりてえわ、成功したいわ、それが俺の考えだわ。だからそういう考えが苦手だったらごめん。俺の放送見るのアンチになってもなっちゃうかもしんないけど、俺はそういう人間なんだわ、うん、もう惨めな生活したくないんだわ。金がなくて、友達と居酒屋も行けなくて、お前今何やってんのって言われる生活嫌なんだわ。胸張って配信やってるって言いてえわ。胸張って俺配信家だわって言いてえわ。風船10個ありがとう。俺はそういう人間だよ。クズだよ。人様から金もらって生きてんだから。
先月80万。先月は80万です。全部含めたら。100万届かねえな、なかなか。いや、俺は金欲しいよ。死ぬほど金に囲まれてよ。金掴んで金なんて意味ねえよって言いたいね。金掴んで。金掴んで初めて言いたい。金にそんなに意味なんてないよって。掴んでないと説得力ないんだわ。金持ちしか言っちゃいけない言葉ってあるんだわ。なあ、俺は死ぬほど金掴んで、金に意味なんかねえよって言ってやるから。ただの紙切れだよって。やることやったら金なんてついてくんだよって。いや、俺は死ぬほど金欲しいけどね。バカを黙らせるには金が必要なんだよ。はい、10駅目。はい。10駅目。国分寺。着いたよ。じゃあ、相馬行こう。10駅目、国分寺。相馬新宿行くよ。行くよ、みんな。谷町っていう谷町、個人的に通過な谷町はいないかな。個人的に振り込んでくれるっていう人は今いないかな。うん。裏っ引きとかはほとんどないね。はい、次行こう。10駅目。次行くぞ。まっすぐ行くよ、このまま。このまままっすぐ行くよ。まっすぐ行こう。まっすぐ行っちゃうよ。あ、今の国分じゃなかった？今の何？11駅目今の。もう頭バクってんな。国分寺駅だよね。合ってるよね。まっすぐで合ってるかな。まっすぐ行くよ。合ってるよ、みんな。進むぞ。このまま行くよ。11駅目？嘘。10駅目じゃない？ 11 かな。わかんねえな、もう。いや、そのまま行こう。気力が持ってる限り、そのまま行った方がいい。こっから気力の勝負なの分かってるから、もう。11？ 本当に？ 11 だって。リスナーさんが教えてくれた。11駅目。よし。行きましょう。みずほ銀行どっかにあるかな。みずほ銀行、そう、合ってるね。右側にみずほがあった。右側にみずほがあった。このまま行くよ。ありがとう、ナビゲーター、ありがとう。じゃあ行こう。休むときは休む、歩くときは歩く。これで行こう。休むときは休む、歩くときは歩く。もう夜になっちゃったね。家出てからちょうど12時間か。あと3時間じゃゴールできねえな。
とんでもねえことやりだしちゃったな。俺が鬱になるの分かるでしょ。やりたくねえって言ってた理由分かったでしょ。本当にきついんだわ。本当にきつい。これからとりあえずのんちゃん家でバッテリーチャージ休憩が1時間、のんちゃん家でバッテリーチャージ休憩1時間。無理してるよ。もう森さんありがとう。もうとっくに無理してるよ。ありがとうね。気持ちが嬉しいよ。見ての通りもう無理っすよ。12時間歩いてますよ。12時間じゃねえ、8時間か。8時間歩いてますよ。まっすぐ歩け。やべえな、歩くスピードすげえ落ちてんな。どんどん追い抜かれる。どんどん、やべえな、どん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 追い抜かれる。バカありがとう。バカありがとう、ヤックン、森さん。そうだね、ゆっくり休もうね。次は何駅だ。次は武蔵小金井か。次は武蔵小金井。頑張ろう、武蔵小金井。これそのまままっすぐでいいのかな。そのまままっすぐで大丈夫かな。そうだね、ゆっくり歩こう。確実に歩いてこう。まっすぐでいい。国分寺街道に突き当たったけど、まっすぐでいいのかな。国分寺街道です。ああ、足が、休憩してえな。まっすぐ突っ切り、了解。ありがとう。頑張ろう、頑張ろう、頑張ろう。ソフトクリーム食おうかな。ミニストップのソフトクリーム食おうかな。どうしよう、ミニストップどうしよう。あ、ソフトクリーム食った方がいいかな。あ、やばい。いや、歩こう。歩くわ。歩きます、歩きます。よし、よし、頑張れ。よし、気合入れとこう。気合、頑張ろう。足痛え、マジ。体力は大丈夫、正直。ただ膝とか筋肉が体力じゃないんだよ、こういうの。なんて言えばいいんだ、筋肉疲労っつうのかな。関節とかそういうとこがきしんでいく感じ。歩くのはその大丈夫なの。その水分とか汗とかそういう疲れじゃないんだよ。なんて言えばいいんだろうな。筋肉が固まってくんだよね、カッチカチに。あ、なんだっけ、ありがとう、ハート。
セブンイレブンの角を左了解。セブンイレブンの角を左了解。信号のところかな。信号のところかな。カツオもう二度と来んなお前。うるせえよ。冷やかしたらみんな。下り坂痛えな。いやーもう食う気力ないっすね今。激痛でそれどころじゃないね。聖剣好きより辛いねこっちの方が。聖剣好き何時間で終わったっけ。セブンイレブン左に曲がります。ナビゲーターありがとう。左に曲がっても何もないけどこっちでいいのかな。日本レンタカーのところだよね。5時間半ぐらいか。こっちの方がきついな。脇道右でいいのこれ。脇道右でいいのかな。右で合ってる。左？嘘。戻る感じになるよ。左？いや、これ戻るよ。左？戻るの？ああ。はあ。足痛え。ふぅ、俺今時速何キロなんだろうな。これはまずいな。時速何キロぐらいなんだろう。さらに左？嘘でしょ？戻らない？マジで言ってる？線路の方面、線、突き当たり線路なんだけど、左？本当に言ってる？右じゃないの？戻る感じになるよ。嘘でしょ？左？線路にぶち当たったけど、右でしょ？右だよね。左って逆方向で戻らない？線路方面へ血、己当たって右。線路突き当たり右ね。線路突き当たり右行くよ。絶対右でしょ。突き当たり手前を右？突き当たり右じゃないの？坂道きっつ。突き当たり手前ね。オッケー。手前曲がるよ、住宅が。あー、坂道きつい。なんだこの、
手前右入ります。住宅街だ。ふん、オッケーオッケー。さらに突き当たり左、了解。住宅街だよ。ごめん、今頭回んねえわ。順番でお願いします。今もう先わかんねえ。次何かわかんねえ。はい、ありがとう。魚ありがとう。チンアナゴ、チンアナゴありがとう。線路沿いを真左に回り込む。突き当たりを左でいいの？なんか突き当たり大学っぽいのに突き当たったけど、左ね。無理してます。もうすでに無理してます。うわ、ガブ飲みフルーツハワイだって。ブルーハワイだって。うわ、超うまそう。これ飲もう。ガブ飲みブルーハワイだって。超うまそうなんだけど、これ買いでしょ。これ買いじゃね。あ、これめちゃめちゃうまそう。ガブ飲みブルーハワイ買います。そう。うまいよね、絶対ね。テクテクさん、どうも。おばんです。東京経済大学、東京経済大学を左に曲がります。あ、引かれるな。東京経済大学をちょっとここで休ませてもらおう。ここに座る。あー、ベンチが欲しいな。公園ねえかな。橋本が被せてきたんだよ。被ったんじゃねえんだよ。被せたんだよ、あいつが。カツオ。被せたの。俺10時からやってんだよ。あー、座りてえな。座りてえな。あ、ゆらちゃんいらっしゃい。
ゆかちゃんいらっしゃい。まあそういうことだよな。この世界は人が多い方が正義だよ。そういうこと。まあそれでも俺は自分のリスナーさん大事にするから頑張るしかないんだけどね。まあ橋本くんが荒稼ぎしてんのは橋本くんの人望でしょ。俺が稼げないのは俺の人望だから。橋本くんは橋本くんで頑張ってやってきたんでしょ。俺は俺だもん。橋本くんと俺は違うんだよ。俺は自分にしかできないことやるよ。今どの辺だろう。誰か説明して。頭回んねえわ。駅名が出てこない。誰か説明してください。ごめん、もう頭回んない。糖分取る。あ、隠れファン。隠れなくて結構です。表立って応援してください。隠れファン多すぎ。うめえ。マジかよ。うめえ。マジか。うめえ。うますぎる。マジかよ。うますぎる。嘘だろ。考えられねえ。うめえ。うめえ。マジうめえ。嘘だろ。ああ、うめえ。突き抜ける炭酸。絶する甘み。ああ、これはやべえ。ああ、うめえ。うめえ。ああ、生き返った。ああ、うめえ。めちゃめちゃうめえ。めちゃめちゃうめえ。経済大学だって。東京経済大学。みなさんはどつ。今どこ駅目指してんだ俺は。かわいい。おー、かわいい。何今の子。芸能界入れるよあの子。めちゃめちゃ美人じゃん。ババフミカに似てたの。リアと津大関係だよ。夜だね。ああ、いってえ。マジか。黄金井の次なんだっけ。黄金井の次なんだっけ。
囲いの人花火投げてんじゃねえよ、電波泥棒がよ。てめえが投げろ。いつもタダで見て文句言ってよ。電波泥棒だよ、てめえは。少しは貢献しろ、ボケ。昔小金井の次は東小金井ね。オッケー。帰ってきたら教えてください。無理。放送を見てる人を、全員に連絡なんて取れないよ、ゆらちゃん。なんで俺がゆらちゃんに電話できるのよ、このタイミングで。ちょっと考えて。俺便利屋じゃねえんだわ。ちょっと考えよ、ゆらちゃん。ゆらちゃんに会いに行くために新宿に向かってるわけじゃねえから。それは失礼だろ。わざわざ会いに来てくれてる人何人いると思ってんだよ。いや、キレゲーとかじゃなくて、ありえないでしょ。わざわざ5人もリアと新来てる人たちに対して失礼でしょ。近くに来たら電話くださいって。おかしいだろ。俺は便利屋じゃねえんだよ。疲れたよ。でもやるんだよ。これまっすぐでいいのかな。ハートありがとう。暗くなってきたね。猫屋さんいらっしゃい。遠いな。花火ありがとう、あややまさん。ありがとうございます。オンに行きます。頑張ります。そうそう、ありがとう。いや、橋本くんはね、多分ね、あと4時間後ぐらいから言い出すと思うよ。多分今はまだ歩ける時なんだよ。俺の4時間後ぐらいからやってるから、一枠ずれてんだよ。3時間ぐらいずれてるから。だから3時間前の俺と比べるべきだよ。はい、乃木ヘッペンいらっしゃい。あ、そっか、バイトが、もうきついな。休憩したい。駅どこだ？まだか。一駅の間隔遠いな。3時間後、4時間後、橋本くんが痛えとか言ってなかったら本物だわな。3時間後、4時間後、平然と歩いてたら本物だよ。認めるよ。
座りて。頑張るよ、あややまさん、ありがとう、花火。頑張ります。家にいる、了解、のんちゃん。もうダメだダメだあーダメだダメだあーダメだ、エホバの証人の前で、あーダメだ、もうダメだ、もうダメだ、もうダメだ、あーもうダメだ、一旦休憩取ります、ごめんなさい。エホバの証人の前でちょっと休憩します。これあかんわ、膝いかれた、あかん、すいません、座らせてください。ナミヤン、ありがとう。ああ、童貞38年さん、すいませんね。ありがとう。座るの痛いよ。あと肩もガッチガチだね。ちょっときついね。ちょっと時期っていうか俺の体力だな、これは。起きてるやないですか。あ、起きてるね。うん、曇りお疲れ。足もみます。なんで練習しなかったんですか。え、どういうこと。何、なんで練習しなかったって、どういうこと。いや、クモンリュウが練習一緒にやるって誘って来なかったから練習しなかったんだけど。なんでって。一緒に練習やるっつって、どうしようかなって言ってたから、待ってたんだけど、1時間。でも、やらなそうだったから、普通に自分の企画やってるけど。昨日誘ってたでしょ？誘ったよ。な、一緒にやるって言ったじゃん。で、来なかったじゃん、連絡。ずっと待ってたんだけど、返事。で、来ないって言ってたじゃん。誘ったけど返事しなかったじゃん。いや、だから明日は予定あるから寝てるかもしんないしっつってキャンセルしたじゃん。だから明日は無理だよっつったじゃん。明日は無理だよって言ったじゃん。言って。寝てないなら連絡くださいよ。なんでお前の都合に合わせんだよ。明日は無理だっていう話言ったじゃん、俺お前に。明日は無理だよっていう話したじゃん。俺はで予定組むよ。俺は誘ったじゃん、昨日。で、来なかったんだからいいじゃん、それで。明日は予定組むって言ってないよ、俺。誘うって、予定空いてたら誘うって。足もんでるもんでる。でも今度やろ、今度やろ。行って。
今度は今度だね。約束は俺しない予定だから。約束誰とも組まないようにしてる。どんな大御所でも。だ気分でやろう。お互い。気分が乗ってる時に。俺予定組むと約束破っちゃうから、組まないようにしてんだよ。その日その日でやってんの。いつっていうのは約束はできない。お互いの気分でやろう。配信者なんだから。気が乗った時で。気ままにやろう、気ままに。そうそう、ノリ大事。いや、いつでも OK って昨日の朝誘って来なかったじゃん。昨日の朝誘ったじゃん。まあいいや。めんどくせえ。はい、ワード2、マックイーン。いらっしゃい。いやー、左肩やべえな。政権好きできる状況じゃないでしょ。話が矛盾してるっつうか、俺が昨日誘ったの。新宿いるなら今から練習するっつって。どうしようかなっつって。タクシー代もったいねえからっつって。歩くのだるいしっつって。1時間ぐらい待ったんだけど、やっぱ来ない流れだったの。だから枠開いた。で、明日朝ぐらいだったら空いてますって言われたから、いや朝寝てっかもしんねえから、なしでって言ったのよ。そう。なんかひどいからもう捨て頃やりたくないって言ってた。いやもう構う元気ないよ今。ただちょっと自分勝手すぎるよなこの発言は。前回もそうだったけど、ちょっと自分勝手すぎるよな。順番が違うよね。ここは分かんないです。どこでしょうか。別に誘い断るのは別に何にも言わないけど、俺も断ることあるから。いや、バカにしたけやバカにしたければいいけど、俺は順番間違ってると思うよ。人として。僕からお願いしたのそうではないでしょうって。俺からお願いしたよ。だから、その部分に関しては全く問題ないって。俺は。だから、荒野が昨日、ブッチしたようが、別に気分が乗らないからでいいじゃん。ただ、明日、なんで明日約束もしてないのに、俺の予定で勝手に動いてたら声かけてくださいよっていうのはおかしいと思うよ。正直。絶対おかしいと思うよ。
なんで俺がお前に電話しないといけないの？お前もお前の都合で勝手に断ったんだから俺だって勝手にやるだろ。お前と約束なんかしてねえぞ。なあ、クモン流、約束したか俺。俺がどこで何やってようがお前には関係ないはずだぞ。お前もお前で勝手にやってんだから俺も俺で勝手にやるだろう。違うか？お前よ、コラボしたいっつってよ、実際よ、アキラッパとコラボしたらよ、全く話さねえでよ、前回も。起きてるよ。だけど、お前との予定は別になかったから、今日。俺がどこで何やろうか勝手だろ？違うか？お前と約束したか？お前もじゃあ今日何やってたんだよ、朝。お前がどこで何やろうか俺には関係ないだろ？俺がどこで何やろうか関係ないだろ？なんでお前の都合に合わせないといけないんだよ。なんでお前の都合に合わせないといけないんだ、俺が。その根拠はどこだよ。クモン流。俺が朝起きてたら何の関係があるんだ？クモン。俺は昨日誘った、今から一緒に練習するって。で、クモンは、いや今日タクシー代もったいないし歩くの20分荷物重いから嫌ですって言ったよな。で、分かったわ、つったよな。迷ってたのずっと待って。で、受枠をやった。で、明日に関しては、お前は確かに言ってたよ。明日、朝方な予定ありますって。でも俺寝てるかもしんねえからやらねえわ、つって。お前とは約束はしてないんだよ。今日の予定は。違うか？俺間違ってること言ってるか？クモ。そう。昨日俺が提案した話はお前が保護にしたんだよ。で、そっから先の話はないよ。違うか？くっそ痛い足。空気読もう、クモン流。お前の都合で世界回ってねえぞ。俺がブッキングブッチしたんだったら謝るよ。俺はブッチなんかしてねえぞ。お前の言い分はよ、俺が約束守ってねえみたいな言い分だけど。どれに何そそのかれたんか知んねえけど、俺はどれのそういうところが大っ嫌いなんだよ。お前だったら素直にいつもみたいに言えばいいじゃないか。本気でスパーリングやりましょう、和道さんって。リスナーそんなのに騙されるほど甘くないぞ。くだらねえポンプ覚えんのよ、どれから。あんな小汚ねえ大人になるな。リスナー騙してんだから。いや、分かってるよ。どれにポンプ入れられてんだろう。若えから分かんないんだよ、そういうの。さようなら。
言葉は大事ってどういうこと？小金井警察署前でございます。これひたすらまっすぐかな。誘ったのは俺誘ったよ。で、今日だるいし疲れてるから明日にしましょうっつって、明日は無理だよっていう話でしょ。線路少し離れるけど、レンジャン通り、小金井警察署前をまっすぐでいいの？交番まっすぐで OK。今ね、小金井警察署の前。相馬平気？ OK。柴さんありがとう。俺のデジタルさんありがとう。まだ先か。ちょっと足回復したね。連尺通り。はいよ。よし。ちょっと休憩したら、ああ足痛い。ちょっと休憩したらでも軽くなったね。少しだけ。帰宅難民の時新宿から通った道。あ、そうなんだ。さあ懐かしいね。左足やば。いや、左足痛い。ああ。そら休憩したらちょっとは引くでしょ、痛みも。いや、山白メガネかどうかわかんないけど。それはちょっとわかんねえわ。前原坂上の交差点左。パルちゃんありがとう。雨止んでよかったね。ペコポコランドありがとう。バカありがとう。ありがとうございます。電波ちょっとない。あれ、電波切れた。アレックスさん、マガありがとう。か、ちょっとプツプツだね。ちょっとプツプツだね。川いるね。川いるよ。アレックスさん、マガありがとう。アイテムありがとう。くるくる。ちょっと電波弱いね。
戻ったらみんな手挙げて、電波電波戻ったら手挙げて。手足、あ、戻った、ありがとう。 OK、 ありがとう。結構遠いな。ああ、左膝いかれたな、完全に。いい、みんなありがとう。暗くなってきたね。ああ、また足いて、ちょっと座るわ。こんなに遠いの？それとも歩くスピードが遅くなってんのかな。俺の歩くスピードがダメになってんのか、何なのか分かんねえな。どっちなんだろう。どっちだと思う？歩くスピードがおかしいのか、距離が遠いのか。そうです。氷でアイシングはしたいね。もうプル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 震えてるね。足がプル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 震えてる。なんだかんだね。ハート4個プレゼントありがとう。後半になると、いやもう現時点で1キロめちゃめちゃ長いよ。現時点でもう1キロめちゃめちゃ長い。そうだね、修行だね。いや、まだ駅あれから一個もついてないね。次の駅どれくらいなんだろうな。修行だね。人生修行だわ。
あと 500m ぐらいか、もうちょいだね。ピンク色の服を着た方がいらっしゃるということで、ちょっと不審だからということでですね、110番が入ったんですけど、はあ、何かされてるんですか？いいえ、動画撮影です。はい、ただ歩いてらっしゃるんですか？どこから歩くんですか？高尾からです。高尾か？高尾から新宿まで歩く企画をやってるんですけど。ああ、そうか。了解。あれでした。さっき向こうにいましたよね。いました、いました。だからずっと歩いてきたんですか？あ、交番から来たんですか？いやいや、交番じゃなくて。あ、警察署？あ、そこの。はいはいはい。わかりました。あ、そうだね。多分これ見てる人の通報だと思いますよ。いたずら電話です。見てるか、なんか生放送かなんか。今300人ぐらい見てるんで。さっきもあったんですよ。もう通報何回もあるんで。いたずら電話です。あ、別のところでも同じように警察官。あ、来てます、来てます。毎日家に何回も来るぐらいなんで。はい、見てる人が嫌がらせしてるだけです。できればもう歩いていきたいんですけど別に悪いことやってないんで。もちろん悪いことお名前とその連絡先だけでも教えていただければ。いや、ま、前回もそれ時間取られて。いや、もう別に取らないです。今それお名前聞いてそれでパッと聞きますから。楽なんで。もうそれ終わる。もううちらもうそんなに2分もかかんないですよ。それぐらいで。身分証明書今持ってないんで。じゃあ辞書でいいですか？はい。始末坂光、山辺に鳥に津波の津。はい、山辺に鳥に津波の津。はい、濁らないで始末。はい、高光で、高は、貴金属とかの木とかの高に、うん、光る、充電の充で、光る、高光。住所マジでよろしいですか？ごめんなさい。新宿区、西新宿、はい、5-19-7。いけですか？プリンセスガーデン、はい、101号室。今大丈夫ですか、その住所とか。いや、もうバレてるんで。バレてるから警察が毎日が来るんですよ、僕の家に。それが一番心配、今は思ったんですけど、はい、もう、ダメです、はい、もしあれだったら言えないんだと。いやいや、言えます。もう全部バレてるんで。はい、昭和60年、5月の21はい、電話持ってないです。あ、了解。はい、お仕事はインターネットタレントです。ああ、はい、そういうことですね。はい、そういうことです。お疲れ様です。はい、最近だんだん配信が浸透してきてんだよな、公務員の間に最近なんか物分かりのいい警察官の方が増えてきて、あ、撮影ですねーつって。あ、行けますよ。いや、登記をしてるのはインターネットタレントで登記してるから。マラン祝典だな、ほんと。
インタレです、インタレ。あとどれくらいどころか半分終わったくらいだよ今。頑張ります。多分慣れてるんだろうね、もう。いや、警察官もバカじゃないから配信見てたりすんだよ。ロビさんいらっしゃい。業種に決まりなんかないからね。自営業やってる人だったらわかるもんね。ハートココありがとう、ロビさん。気合だね。ハニトラさんいらっしゃい。まあ、タイミング的にね、どこのリスナーがどうしたかっていうのがすぐわかるから、もうくだらないよね。何年やってると思ってんだよな。何回警察官とやり取りしてきたと思ってんだよな。まだ半分ぐらいかな。すげえな、橋本くん花火で80発、すごいね。足はね、左の膝の裏が痛いかな、今。太ももの裏らへん。膝だね。膝の裏が痛い。いや、あのね、法律が変わってね、通報とかネットストーカーに対して、警察が被害届なく動けるようになってるから、虚偽通報とかもね、いけると思うよ、多分。荷物調べないところが甘い。いや、だから任意で、拒否ったから、断る権利がある。逮捕状ないでしょ。荷物調べたいっつってもお断りしますで終わりだよ。まあまあいいじゃん、ハニトラさん。何もなかったんだから。カズさん風船5個ありがとう。くるみさんこんばんは。だってさ、リアルな人で見たらピンクって言わないはずなの、この服。赤って言うはずなの、肉眼で見たら。だから放送で見てるからピンクって言ったんだよ。暗いから色が分かんなかったの。絶対これリアルな目撃者だったら赤って言うはずなの。当たってるでしょ、うん、絶対赤なの。どっからどう見ても肉眼で見たら。だから通行人が通報するとしたら赤っていうの、服で。さっき暗かったでしょ、だからピンクっつったんだよ。もうだからね、リスナーの嫌がらせの伝統なのは見え見えなんだよね。あれ、駅まだ？駅まだかな？もう線路見えてるけど。その通りだよね。何年やってると思ってんだよな。まっすぐで着くのかな、これ。あと何キロかは全くわかんない。見当皆目つかない。ね、赤に見えるよね。そしたらさっき暗かったんだよ。あそこに座ってる時。その時通報したんでしょ。ミスケ風船5個ありがとう。
でかい交差点を左に行くと駅、ここかな、ここかな、左、あーあったあった、駅行きます。お井崎さんありがとう。バカありがとう、ロビさん。この服装のどこが怪しいんだよ。どこも怪しくねえだろ。どっからどう見てもスポーツマンだろ。パソコン持ってるのは確かに怪しいわな。スポーツマンでしょ、どっからどう見ても。健全なスポーツマンシップにもっこりでしょ。おい、ロビさんありがとう。大花火ありがとう。綺麗な花火だ。よいしょ。あれ、これって駅過ぎたのかな。どっからどう見てもインタレにしか見えない。ああ、ありがとうございます。まあ、そうだよね。正統派インタレスタイルだよね。線路ガードすぐくぐって右。おい、風船ありがとう。はい、着きました。ここかな、駅。駅ここで合ってる。多分ロータリーあるからここだね。これね、配信者っていう言い方間違ってると思ってね、今度から配信家を名乗ってるんだよね。配信業とかっておかしいんだよ。配信者って普通の人なんだよ。俺プロだから配信家だから。配信業って業種のことだしさ。あれ、ここでいいのかな、駅。次の駅はどこだ。この駅過ぎたら次はどこだ。次の駅は、なんかさ、田舎の地方都市のさ感じがこれくらいだったね。栄えてるのが郡山とかこれくらいの栄え方だったね。なんか郡山駅前っぽい。すげえ。もう8時間経過してる。特に3枠目だから。着いた。12駅目。あと残り何駅だ。12駅目です。着きました。後ろが、武蔵小金井かな。武蔵小金井駅です。12駅目です。次は東小金井か。ありがとう。じゃ、東小金井向かいましょう。着いたね。さっきの道に戻ってガードくぐって右。さっきの道戻んの？じゃあ戻るよ。戻りますよ。足はもうビッコ引いてますね。左足はもう死んだ。
さっきの道戻ります。各駅スタンプはね、時間ロスが激しいからカットです。駅を移すっていう感じ。駅を移したら OK。 スタンプはね、一駅で10分、最初の駅で10分かかって、もうダメだった、こんなことやってる暇ないと思って。北口出て線路沿いがいい。反対側の駅行く。じゃあ反対側の駅行くってことだよね、多分北口ってことは。反対側の駅行くよ。のんちゃんち寄るよ。充電させてもらう。そう、プロ配信家っていうか配信家でいいかなと思って。あと何駅か調べてみて、もしよかったら。今現時点で、高尾駅から武蔵小金井駅ですね。向こうの改札いいんでしょ。改札反対側出るよ。じゃあじゃあ改札北口って方行くよ。小潔さん、口、こっち何口なんだろう。今武蔵小金井だね。南口だ、こっち側が。反対側行きます。北口を右に行きますよ。今ね、武蔵小金井だね。次は東小金井。まっすぐでいいのかな。わあ、おにぎり美味しそう。車のありがたみやばいよね。これ線路沿いをまっすぐでいいのかな。あー青か。あー痛い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 。あーもう靴の中で皮剥げた皮がベロンベロンだよ。線路沿い行けば二駅、まっすぐで2駅分、このまままっすぐってこと。ありがとう。全部寝た。配信者は全部寝た。配信者はっていうか、俺の考え方は人生全部寝た、少なくとも俺はそう思ってる。そのまま道なり。ありがとう、菅さん。次の駅近いといいな。次の駅何キロぐらいなんだろう。1キロ半ぐらいだとありがたいけどね。もう3キロ、3キロってすごい多いからさ。武蔵小金井を出たところだね。次はね、東小金井。まあ、ちょっと知名度的にはローカルかもしれないね。近い。
1キロぐらい、ああありがてえな、ありがてえ、ありがとう、いやそれはありがたい。あーこの辺ジブリか、そっかそっか、スタジオジブリか、アトリエがあるね。うん、早山、来たよ。あと11キロぐらい、15キロぐらい。こっからなんか直線な気がするな。なんか駅が。線路沿い歩けそうな気がする。楽そうな気がする。そんな感じしない？いや、のんちゃんが寝てないのがかわいそうだよな、ちょっと。西沖までなんだ、直線は。きついな。いやいやいや、そんなことないですよ。いや、若い女にキモいって言われてるからね、実際ね。タバコ吸いたいな。喫煙所でタバコ吸おうかな。でも5名のリア突があったのは本当に嬉しかったな。来てよかった、本当によかったわ。ああ足いってえな。体中ベッドベトで、風呂入りたいよ。ああ限界だよね。雨来る、マジで楽しくないよ全然。でもやるんだよ。いやね、リア突嬉しいよね。ああまだ歩いてますね。長友学園さん、お久しぶりです。どうもどうも、歩いてますね。スピードが遅いね。
パフェありがとう。おすすめに乗りやすくなるんでアイテムお願いします。そうそう、有言実行。まあやり尽くされた感はあるよね。もう配信始まったからさ、歴史がもうね10年近くになるからさ、もう出尽くしてるよね配信の企画は。新しいことやろうっていうの難しいもんな。おー、のんちゃんバカありがとう。だからもう何をやるかじゃなくて誰がやるのかって感じだもんね。あ、そうなんだ。あれ、それ高尾駅カウントに入ってる？多分数違うよ。高尾からカウントして高尾駅がカウントに入ってなくない？本質的に面白いことができる人が上に行くって感じがする。もう何をやるかじゃ全然リスナーさんの目は肥やされちゃってるから、誰がやるのかに注目されてる気がするね。1キロ先は遠くなってきたな。マックス村井がニコ生で富士山配信したやつがいないって言って今度するやるみたいですよ。へえ、あ、そうなんだ。富士そば、俺らは富士そばを知ってるからな、マックス村井客層が全然違うからね。キッズたちだから喜ぶんじゃないの、キッズたちは。 PC もしかながらだよ小鉄さん、こんな感じ、うん、PC 持ちながらやってるよ、こんな感じ。パフェありがとう。フローチーありがとう。見てないっていうか、やっぱだから客層の問題だと思うよ。客層の被ってなければそれが通るんだよね。配信でやってないっつってもさ、誰かがやってるわけじゃん。富士山なんて腐るほど登ってるわけ。おー、あやあや、花火ありがとう、助かるよ、ありがとう。高尾から歩いてるよ、頑張るよ、ありがとう、来てくれてありがとうね、花火ありがとう。おはよう、今起きたの？おはよう。電車速っ、文明の力すげえな、電車速っ。おい、頑張るよ、ゆうやさん、ありがとう、頑張ります。落とさないように。そうだね、パソコン商売道具だから落としたらアウトだよね。新やっちょすげえよな、買ったばかりのパソコン落とすかんな。あ、言ったん家族旅行中なんだ、いいね。
楽しんでね。家族旅行で俺の配信見るってすげえな。ありがとうね。言ったありがとうね。楽しいね、旅行ね、家族の。そうだね。もう、10時間歩きっぱなしかな。ペースもだんだん落ちてきてるね。やばいっすね。よいしょ。見込みはもう大幅にずれてて、とっくにゴールしてんじゃねえかって思ってるけど、もう見込みとかそういう感じじゃないね。言ったあのごめん、誰か説明してくれると嬉しい。ごめん。今ね、もうすぐ東小金井ですね。いや、手もみマッサージの店は入らないよ。汗臭すぎるもん。店員さんかわいそうだよ。米付きバッツさんいらっしゃい。だんだん1キロが遠くなってきたね。だんだん遠くなってきたね。座りてえな。もうウォーキング系の企画これ最後にしようぜ、マジで。もうやりたくねえわ、これラストね。これダメだわ。ウォーキング系の企画これ最後にします、僕は。暑いよ、言った。暑いよ。あー、旅配信トレンド今車だよね。いいよね、スーッと。でも俺、アチョウがやってたあのヒッチハイクの旅すげえと思うけどな。アチョウはもっと評価されていい気がする。イケメンだし。ワンタロウとアチョウがなんで伸びないのかよくわかんないんだよな。
ネームバリューの問題なのかな。あいつら普通に体張ってて面白い配信やってると思うけど。パンタロウとアチオはもっと中堅ぐらいに押し上がってきてほしいよね。あ、トークが超絶つまらないんだ。1キロでこんなに時間かかるようになっちゃったか。あれから何分経った。たった1キロでこれかよ。おやすみ、ヒカルさん。ありがとう。小鉄さんありがとう。バカ10個ありがとう。完全なオーバーワークだよなこれ。完全なオーバーワーク。新しい大手配信者どうなんだろうね。リナネコとかスター性あるし、まあ、コウヤ、リナネコ、アイコ、タマ、この辺じゃないの。新しく出てきて期待とかある。リナネコ、コウヤ、アイコ、タマ、うん、まあでも金梅さん絡みなんだよな全部。そこすげえよな、金梅さんがすげえ。雨降ってきやがったよ。ふざけんなよ、このタイミングで雨かよ。うわやばい、雨降ってきた。あーやばいやばいやばい、雨降ってきたわ。マジかよ、結構降ってんじゃん。屋根屋根、右側行けます。高架下行けます。あーやばいやばいやばい。吉江さんもあるか。ああマジか。あ、橋の下、線路の下行きます。歩きます。神さん、人のことお前っていうのやめてもらってもいい。あなたにお前って言われるようなさ、嫌なんだ。お前っていうのは良くないと思うよ、会ったこともない人に。俺は神さんって呼んでるでしょ。
結構降ってきたな。参ったな。降ってきたな。コンビニの傘か。雨強くなったらやばいね。でもね、これ結構ドヨーンと全体にこもってるから、これ続きそうな感じするんだよな。もう最悪傘だな。最悪傘だな。いやー、ホテヘルさん、俺はなんかその他の人をお前っていうのはあんまり好きじゃないんですよ。言われるのも好きじゃないし、お前って言われてホテルヘルさん気分悪くないですか？僕は嫌っすね。僕はなんか見ず知らずの人にいきなりお前って言われたら嫌な気分しますね。傘だったら守れるけど、もう両手塞がるから結構しんどくなるよね。縦膝もつけなくなるし。そうだね、ちょっとコンビニ見当たらないね。そうそうそう、別に和道って呼び捨てでいいからさ、さんとかいらないから、和道さーって。カッパだとね、パソコンが守れないんだよね。やっぱ傘だな。ちょっと雨理由にやめたくないから傘買うわ。ちょっと休憩させて。タバコ吸わせて。そう、俺の上だけ雨雲。ちょっと、なんだろうね。雨がアンチな。ついに天候アンチか。嫌ならブロックしろよ。まあね、嫌ならブロックはするんだけど、神は分かってくれるかなとちょっと思ったんだよね、うん、まああんまりひどかったらブロックするよ、うん、せっかくのご縁だけどさ。なんだかんだ言いながら1時間近く見てくれてたから、もしかしたら分かり合えるかなと思ったけどさ、分かったよ。もうちょっとしたらブロック入れるよ。残念だわ。別に俺は神がさ、どこで何やってて、年上なのか年下なのか、男なのか女なのか、金持ちなのか貧乏人なのか、母子家庭なのか何なのか何にも知らねえけどさ、まあ、せっかく出会ったのにね、罵り合って傷つけ合って意味あんのかなとは思うけどね。俺はう
まあ分かり合えなかったっつうことで、まあ達者で、優しいっつうか。あ、リスナーさんですか。ありがとうございます。雨降ってません？降ってます。大丈夫です、大丈夫です。家近所ですか。ちょうど帰ってくるときに転送だったんで、はいはい、え、マジで、え、画面見て。あ、ご近所さんなんですか。そうなんです。ありがとうございます。ですね、はい、今リアトツ旅やってるんですけど、カウントさせていただいてもいいですか。大丈夫です、もちろんそれできた。あー、嬉しいです。ですね、100顔拭いてください。あ、ありがとうございます。じゃ、荷物になるようだったら1枚だけ取ってもらっても、ありがとうございます。頂戴します。117人目です。117、あ、なんか良さそうな。ありがとうございます。いいですね、セブン入ってて。ありがとうございます、頂戴します。雨降ってきちゃって、機材もあれだし、もうヘッドヘッドでどうしようかなと思って。私一回東村山から、はい、新宿まで歩いたことあって。東村山って前の駅ですよね、多分。いや、もうだいぶ前です。もっとあの西武線なんで、はい、ちょっと線ずれるんですけど、はい、もうちょっと向こうです。震災の時ですか。震災の後です、ね、はい、電車止まっちゃって、うん、はい、ただ歩いただけなんですけど、はい、イベントで、はい、すごいきつかったんで。な、何キロぐらいですか。それ多分その時23キロだったんですよ、はい、あー、きついですね、うん、高尾どこれ何キロぐらいなんですか。高尾からここまで何キロぐらいなんですかね。多分30いかない、30キロ歩いてますね、もう。もう足ぶっ壊れちゃって。そうですよね、感覚なくなりますよね、はい、いつ頃から僕の放送知っていただけた感じなんですか。私もそんなにまだふわっちとかそこまで聞いてなくて、はい、えフラッチとか そんなに長くないです。もう今年入ったぐらいから。あ、あ、うん、え、ツイキャスとか見てたんですか。ツイキャスも見てたし、でも和田さんフラッチのイメージです。あ、ほんですか、うん、フラッチ来てだいたい10ヶ月ぐらいですね。10ヶ月目ぐらいで。なんかリアルイケメンですね。でしょ。言って、もっともっと言って、もっと言って。いやいや、ブクブクに太っちゃって。いやいや、嬉しいです、ありがとうございます。本当に。え、傘とか大丈夫ですか。いや、どうしようかなと思って。まあでもそれしかないねっていう話を今配信でしてて、どうなんですかね。リスナーさん相談してたけど、なんか僕の頭上に雨雲が追っかけてきてるっていう今話で、はい、だいたい40キロぐらい歩いた。40キロ。あのジグザグに歩いて、駅を各駅駅移してるんで、なんか甲州街道まっすぐの距離とは全然違うんですよね。そうですね。うん、いや、助かります本当に。気持ちいい。いやいやいや。なんかいろいろ勇気もらって、みんなも多分そうだと思う。いやいや、そんな全然全然勇気なんて。傘使ってもらいたいんだけど。ああ、いやいや、大丈夫です大丈夫です本当に。本当ですか。うん、ありがとうございます。日が濃い、まだお店開いてるから。はい。うん、大丈夫です。ステッカー。本当ですか。忘れてた。ありがとうございます。すみません。赤と黒あるんですけど、どちらがよろしいですか。1枚高いんです。1000円なんです。あの1000円支援していただけると1枚プレゼントっていう形になる。はい、2枚ずつで4枚。マジっすか。はい、ありがとうございます。なかなかそんな機会ないんです。すみません。車で充電できんの。申し訳ないです。ご支援までいただいてすいません。ありがとうございます。普段よく見る配信、ふわっちはよく見るんですか。ま、うん、もう結構ぼちぼち見ます。ありがとうございます。頑張ります。今後ともよろしくお願いします。頑張ってください。頑張ります。そう、あの、あれも見てます。手頃も見てます。負けちゃいました。いや、頑張ってましたよ。い
がもう、もう自分を守るのに精一杯で、ヘルチャンピンめちゃめちゃ強かった。楽しませてもらえたんで。本当ですか。うん、で今度次回ある時はぜひ会場いらしてください。そうですね、行けた。すごい楽しいんで。そうですね、本当に。頑張ってください。すいません、長くした。あ、いえ、とんでもないです。ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。ありがとうございます。いいもちろんです。ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。足パンパンですよね。そう、いや、これは太ってるだけです。ありがとうございます。ありがとうございます。お気をつけて。よいしょ。ありがたいです。117人目のリアドチタさん、女性の方でした。ありがとうございます。ご支援もいただきました。あの、汗拭くシートもいただいて。ありがたいです、本当に。いやめっちゃ綺麗な人だったんだけど、あのめっちゃ綺麗な人だったわ。びっくりした。あんな綺麗な人見てんだな配信。え、あー、はい、あー、もちろんもちろん、はい、すいません。なんかあのツイッターとか上げるときとか、あの顔なんかハートマークとか動物マークとかで上げた方がいいんで、写真撮れますか。ごめんなさい、すごい汗臭いです。全然いいです。今後ともよろしくお願いします。はい、もうあのツイッターとかフェイスブックとかもう好きコピーでよろしくお願いします。ありがとうございます。気をつけて。はい、お疲れ様です。危ねえ、あんまり綺麗な話とか言うもんじゃねえな。恥ずかしいな。戻ってきちゃった。すげえ綺麗な人なの、びっくりするよ。超美人だったんだ。なんだろう、すげえ美人。なんかね、たまに綺麗な人いいんだよね。たまにって言うと、あ、ごめん。あ、ごめん、みんな。みんな綺麗だよ。あんまり言わない方がいいよね。そうだよね。なんで私の時言ってくれなかったのってなるもんね。ここがね、正直素直なところがね。誰に似てんのかな、なんだろう。目覚ましテレビの山崎アナに似てるかな。目覚ましテレビの山崎アナに似てるかな。寝ます。あ、のんちゃん起きて。のんちゃん違う。のんちゃん綺麗だよ。のんちゃん、のんちゃん、のんちゃん、綺麗だよ。のんちゃん、のんちゃん、のんちゃん、綺麗だよ。のんちゃん、大好きだよ。のんちゃん、のんちゃん、のんちゃん起きて。いや、マジで。のんちゃん。バガープレゼントありがとう。あ、のんちゃんバガーありがとう。綺麗だよ。のんちゃん可愛いもんね。のんちゃん可愛いよ。危ねえな。あんまり綺麗とかブサイクとか言うもんじゃねえな、ほんと。でも聞いた？実物めっちゃかっこいいっすねって。聞いた？聞いた？多分雑談たぬきで汗臭かったって、あいつ脇があって。雑談たぬきで。リアトツしたけどめっちゃ臭かったですって。
あんな強烈な匂いするんですね配信者ってって書かれてたら俺泣くぜ本当。やめてね雑談たぬきにその脇がとかマジで臭いマジで臭いかんな俺絶対臭えと思ったはずだもん、口は災いのもとだな本当に。よく言っても悪く言ってももうダメだからね、何も言わないのが一番正解なのかって思う時あるよ本当。配信業なのに何も言えないっていう、いや本当にね言えないことがどんどん増えてくんだよね。後で女性リスナー全員に LINE 送んないとね、一番綺麗だよっつって花火ちょうだいっつって、お前が一番可愛いよ花火ちょうだいって棒読みで書こう。気持ちのこもってないテンプレートメール送ります女性リスナーに気持ちのこもってないテンプレートメールをね、はあ、登山はしてないよ威圧したけどとても臭かったもう書かれてるはいカオスいらっしゃい、もう書かれてる、そうでしょ、あの綺麗なお姉さんが雑談たぬき書いたの、そうでしょ、あんなに綺麗なのに引くわ、アンチだったのかな さすが仕事が早いな、さすがだよ仕事が早すぎるよ、天才だよね、うわ耳うんでるし吉江のリスワン阻止せよ橋本くんを応援せよってお前ここで書くなよ俺に失礼だろ、よしみんな橋本くん復活おめでとうってみんな全員見に行って、和道から橋本くん復活おめでとう、はい行ってきて、全員橋本くん復活ご祝儀応援しよう、和道から橋本くん復活おめでとう、全員協力よろしくお願いします、橋本くんの復活祝おう、お願いします。全員お願いします。全員橋本くん見に行って、和道から復活おめでとう。よろしくお願いします。で、終わったら終わったって書いて、こっちに。終わったら終わったって。終わったら終わったって書いてきて。全員協力お願いします。顔立てるか。同期だから。唯一の同期だから、生き残ってる。今日は負けでしょう、どうせ、いや、行ってきてカズ、カズ頼むよ、同期で戦友なんだわ、同期で先輩で複雑な関係なんだわ、どうせね、今日取れないよあがいても、俺は俺の企画やるよ、その方がスッキリするって、関係良くなるって、俺からのお願い、橋本くんのところにさ、和道からっつって復活おめでとうって全員書いてきて、人数多ければ多いほどかっこいいからさ、ボカッと言ってきて、ご祝儀ボカッと頼むよ、言ったら配信落ちてた、クソだなタイミング悪いな、みんな頼むよ、ふりかけさんどうも、やりやとつ111だったから6人か、今配信切れた？終わってさ、じゃあ枠開いたら教えて、でみんな行ってきて、橋本くんのところ。
吉江さんすげえな、クズっぷりがやべえな。さすが関慎吾のお母さんだよ。クズっぷりがやべえわ。やってる。じゃあのんちゃん、みんなお願いします。僕からのお願いです。橋本くんに皆さん復活おめでとうをお願いします。一回だけ見に行ってあげてください。お願いします。リスマンパフェ投げてきた、ありがとう。マキル行ってきて、みんな。よしよし、行きましょう。橋本くんに行って復活おめでとう、一言コメント書いてきてください。復活おめでとうって全員に、全員でよろしくお願いします。うん、橋本くん復活おめでとうってみんな全員で書いてきて。うん、ありがとう男さん、ありがとね。あや、ありがとう。みんなで祝おうぜ。終わったのまた。どうしようもねえな。どうしようもねえな。本当に配信者なのかな。ありがとうございます。お帰り、ありがとう。ジャーニーお帰り。ブロンさんありがとう。ありがとう。はいはい、吉江さんね。はいはい。さあ頑張ろう。はいよー、ありがとう。わらびもつさん、ボイサキさんもありがとう。みんなありがとう。やっぱね、橋本くんが帰ってくるってことはまた新しいドラマが増えるよ。ふわっちにウェルカムな雰囲気作ってこうぜ。ふわっちの醍醐味はウェルカムじゃん。やっぱり仲良くて、みんな。なんか最近のふわっちおかしいよ。最近のふわっちはほんとおかしい。みんなで盛り上げよ。みんなでさ、仲良かったふわっちを取り戻そう。最近おかしいよ。くるみさんありがとう。復活コメみんなありがとう。新宿まだついてない、全然。ありがとうマルキーニョス、ありがとう。もう耳が液だれがすごいね。なんか多分切れてるな、裏かぶれてる。何も食ってないね。企画始まってからは何も食ってない。あったけーなー、みんな会いに来てくれてさ、めちゃめちゃあったけーよ。愛だよね、愛。愛だよ。やっぱさ、それぞれの街にそれぞれの生活があってさ、日本全国から見てくれてんだよ。本当にこうやって歩くとわかるよね。歩くとわかるよね。みんな俺の名前呼んでくれてさ、ありがてえよマジで。配信やっててよかったな。配信者になってよかったよ。みんなすげえ笑顔で会いに来てくれて。体張ってかないとね。いい思いさせてもらってるよな。
頑張んねえと。みんな帰り道とかでふわっちとか見てんだね。なんか感動しない？なんかさ、仕事帰りとかさ、休日とかさ、みんなさ、配信見ててさ、まあそのコマのパーツの一個なんだけどさ、感動するよ、本当に。もっともっとな、売れたいな。もう誰も知らない人がいないぐらいさ、ヒカキンぐらい売れたいよね。ヒカキン通ったら絶対街中がさ、みんな知ってるってなるじゃん。ビートたけしとかさ、矢沢永吉とか。何時に家到着するか分かんないっすね。あ、また止まった。うん、さあ、語り出した時はね、大体ね、あのコメント止まってる時だね。そう、コメント来ないな、バイワード。頑張れって書いてきた。ありがとう、カズ。ごめんね、俺のわがままに振り回しちゃって。喜んでた、橋本くん。でもさ、こういうのすごい大事でさ、やっぱ人間だから嬉しいんだよ。やっぱり。そしたら和道とコラボしてみっか、みたいになんじゃん。うん。遠回りしてないよ。遠回りしてない。足ぶっ壊れた。あと思ったより、その、駅を、甲州街道まっすぐだったら40キロなんだけど、もうとっくについてんだけど、駅を映してるから、こうジグザグジグザグ歩いてんの。だからね、体感で言うと多分俺今50キロぐらい歩いてる感じ。橋本くんリアドツがゼロだよってぼやいてた。いや、それはだから俺に対するファンサービスなんだよ。リップサービスなの。わかってるのよ。多分ポンプで、ワドリアドツ6人来てるぞとか、ステッカー売れてるぞって言って、橋本くんが、要は和道もやるじゃんみたいなのをあえて言わないで、そのいや俺リアトツゼロだよってぼやいてたのはファンサービスなの。要は和道リスナーの顔を潰さないためにやったのよ。ここが大手になるやつなんだよ。自分のリスナーも傷つけない、相手のリスナーにはその敬意を払う、まあ、橋本のリスナー死ねって俺言ってたけど、ね、ここが中堅たるゆえんなんだよ。橋本リスナーに対してファンサービスしないで、もう二度と組んだ死ねっていうところが俺のダメなところなの。橋本くんはできるのよ、それが。だから人が集まんのよ。学んだね、また俺の未熟さで。橋本くんから学んだね。今何駅だっけ、次。もうやめたいよ俺。でもやるんだよ。行きますか。でもやるんだよ。よっしゃ。企画かぶされて乾杯か。配信会は奥不敬わ。よし、雨もやんだべ。器の差だね。まあ勉強になったわ。行きますか。今日はゴールに届ける。長くなるぜ。ああ、し、行きますか。よし。体力を決めるってわけじゃないよ。俺は俺で新しいことやってくさ。橋本くんは強えよ。俺ニコ生の時何回ボコボコにされてるか。頑張るよ。ハートありがとう。よし。一緒に旅をしよう。歩こう。よし。よし。次何駅だっけ？ちょっと待って、バッテリーが切れるかもしんないね。朝から見てくれてんの、オワコン。ありがとな。ああ、ダメだ、10% だ、ちょっと待って。携帯も充電する。次が東小金井ね。フミックさん、こんばんは。あ、やべえ、充電切れる。うわ、21% か。
やべえな。やばいやばいやばい。いや、あと何キロとかいうレベルじゃないな。もう精神力、精神を削り合いだよ、もうこっからは。気合のみ。もう正直ね、あと何キロとか誰も言わなくなってきたね。武蔵境。いや、のんちゃんのところ行くよ。大丈夫。まだ21%あるから。ギリギリ間に合うと思う。のんちゃん待っててね。会いに行くよ。よし、充電 OK。痩せたな顔。家出るときとの顔の細さ、むくみが全然ないでしょ。やばくないこの顔。ビフォーアフター、超顔すっきりしてるよね。雨やんだね。よし頑張ろう。フミックさんこんばんはね。楽しんでって。お疲れ、のんさん。足大丈夫です。じゃないですね。無理してますよ。頑張ります。足は大丈夫じゃありません。無理はしてます。でも、やるんだよ。風船5個ありがとう。よし。よし。行くぞ。リョダン。リョダン、寝てよ。うわ、超オシャレなカフェ。何これ。うわ、こんなところで飲みて。超オシャレ。やば、高架下の店オシャレ。いいね、高架下の活用方法がいいね。ケンタッキー分はね、やばいね。ケンタッキー分は余裕で消化したろうね。今日は革靴じゃないよ、愛さん。知ってるね。和道リスナーだね。今日はスニーカーだけど、もう足の皮ずるむけ。筋肉パンパン。カッチカチ。目立ちたかりやさんいらっしゃい。今1時間家の周り散歩して足つって帰ってきた自分が恥ずかしい。何、感化されちゃったの。俺も歩いてみようかなって。あ、マキル NG ワード、どれが入ってたら NG ワードだから。アイさん頑張るよ。最近できたんだ、おしゃれだね。よいしょ、よいしょ。ていうかさ、駅どこ、駅通り過ぎてねえか。大丈夫か。武蔵小金井、東小金井だっけ。なかなかつかねえんだけど。橋本くんが和道がふわっちで稼いでるのはおかしいって言ってた。あー、まあ稼いでねえかんな今な。正直そんな太いリスナーさんが支えてくれてる状態だからな。もっと全体的に花火上がるようになんないと俺潰れるぞマジで。なんか囲いさんに負担が大きすぎる。もっと全体的にみんながまんべんなく月1回ぐらい投げてくれるようになんないとダメだわ。あれ、ここ駅か、ここ駅か。うわ、超オシャレなんだけど。高架下だよ、ここ。高架下がショップになってる。駅かな、これ。駅だ、駅だ。野々輪改札口、すげえな。高架下、うわ、すげえすげえ。
高架下めっちゃおしゃれじゃん。なにこれ超おしゃれなんだけど、これ高架下、なにこれすげえおしゃれなんだけど、なにこの街おしゃれすぎるっしょ、おしゃれじゃね、なにここ超おしゃれなんだけど、あそこはもうズル向けだよ、とっくにもう痛くて痛くてしょうがない、超おしゃれだよ、橋の下がこんなんなってるよ。はい、東小金井駅着きました。ちょっとここ取材行きたいね今度。はい、皆さん東小金井駅 OK です。12駅目かな、12駅目クリア。よっしゃ次行くぞ。次は何駅だ、次何駅、歩くぜ。発見あるね、ここおしゃれだわ。なんかさ高架下の雰囲気じゃないもんね、超おしゃれだったよね。次は武蔵境駅、その次の駅は武蔵境の次は、次武蔵境ね。 OK 頑張ろう、じゃあ行こう。武蔵境三鷹了解、よしよし頑張れ、ファイト。ありがとうの、おめでとう、ありがとう。武蔵境三鷹ね、オッケー。三鷹まで行ったらそっから先駅名分かりそうな気がすんな。三鷹行ったら楽だよね多分、三鷹から多分駅の間隔めっちゃ短いと思う。もうなんか有名な街いっぱいあるもんね。パンさんありがとう、ファイト。12駅目三鷹から高架下なくなる、あそっか吉祥寺とかそんな感じだもんね。でも憧れの街だね、三鷹とか吉祥寺とか。歩くぜ、そうそうありがとう。やっぱね街は歩かないとダメだよね。ここはおしゃれだな、すげえ高架下。ののわ、ののわって書いてあるね、ののわ。なんかののわ靴って書いてあった。かっこいいな。ワドは吉祥寺、好きそう。好きだね、吉祥寺。ほら、岡田敏夫さんも住んでるじゃん。やっぱなんか文化人が住むって感じがして、俺からすると憧れだよね。あとこの辺はさ、アニメーターとかのメッカだからさ、やっぱりその宮崎駿とかさ、鈴木敏夫さんはどこだったっけ、港区って言ったかな。そう、やっぱりでもここでアニメが生まれてきたっていう感じがして、俺はワクワクするけどね。おお、マサラさんどうも。踊り子の木崩れ、あ、行ってらっしゃい、ペコペコランド。仕事してんのかな。岡田敏夫さん一回会ってみてえな。岡田敏夫さんが死ぬ前にゲストで呼ばれるぐらいになりたいな、なんかニコ生とかで。 TK 忍者いらっしゃい、風船3個ありがとう。岡田敏夫さんに一回名前呼ばれてみたい、和道くんさって。なんか前科のこととか岡田敏夫に突っ込まれたくない？オレオレ詐欺ってなんでやったの？って言われたい、岡田敏夫さんに。うん、それだったら俺全然答えるね。いやすごいよね、彼女同時に何人いたっけ、11人だっけ、笑うよね。大炎上してたもん。なんか Facebook かなんかでペラねめくられちゃったんだよ。本当おしゃれだな。風船ありがとう、塩タンありがとう。頑張ろう。
しゃれだな。いいな。こんな街に暮らしたいな。ここいいね。武蔵東、東小金いいね。ちょっと住みたい街、俺の中で結構でかくなった。この高架下がおしゃれっていうのはいいね。すげえかっこいい。飲み屋もあるし、だから服屋もあるし。なんかね、上野にも高架下をかっこよくしてるところがあって、最近高架下が暑いんだよね。なんか助成金とか出してんのかな。しかもね、全体的におしゃれな感じに統一してんだよね。高架下が暑いよ。バーガー食べながら歩いてください。いや、何も食ってねえな。ワン太郎、頑張ってるな。さっきワン太郎の話題話してたよ。ワン太郎とアチョウが人気出ねえのはおかしいだろうっつって。人気とまでいかなくても中堅にぐらいにはなっていいんじゃねえかなんて話してたよ。ワン太郎頑張れよ。お前のツイッター覚えてっかんな。俺は俺のやり方があるってちゃんと読んでっかんな。俺には俺のやり方があるんじゃねえかって。正解だよ。頑張れよ。おい、忍チームワード2。バーガー食べながら歩いてた？なんだろう。ちょっとわかんねえな。頑張れ、万太郎。よし、俺も頑張るわ。お前毎日歩いてんだもんな、北海道な。すげえな。よし、リストさんありがとう。ハート頑張るよ。よしよし、太郎頑張れ、ちょ頑張れ。面白いことやってんのに評価されねえのはおかしいよ。高尾から新宿まだ達成できてないからすごくはないよ。一般人さん、あ、一般さん、高尾から新宿すごいですねって言ってるだけだもん。達成したらね、言ってよ、またやるじゃんって。一般さん、バーガーさん、こうありがとう。おひさ自動車学校だって。おひさ自動車学校、陰ながら応援してます。みんなそれ言うけど表だって応援してみんな陰に潜んでるから、アンチが暗躍、アンチが前に来ちゃうから、アンチを陰にしないといけない。逆なんだってみんなが応援コメント表で書かないからアンチが前に出ちゃうんだっつうの前来い、前、応援コメントほど。なんで影に出んだよ、応援コメントしねえんだよ影ながらじゃなくて表こいやなぜ日の当たらないところに行こうとすんだよ。そうなんだよ、俺それ前から思ってたわ。アンチが前に出すぎなんだって。それは頑張れとかキラキラコメント書けば、あいつら光の当たってる場所ではもうジメジメしてるから引っ込むのにさ、うん。はい、アンチだからね。ハーツありがとう。中ちゃんはどつ？風じゃねえよ。まあ、あやは書いてる方だよな。表だって応援してくれてる最前線メンバーだからな。あやのことは大事にしないとな。マキルもね、表だって最前線組だよね。
頑張ろう。おい、ゴンタありがとう。ゴンタありがとう。なんだこれ、なんかすげえな。何があるんだろう。何があるのかな、これ。フェンスで見えないけど、俺にはこういうことができるんだよね。なんだ、工場、なんだこれ、うん、今ね、なんだろう、何、サティアン、これブーンつってるけど、今どこなんだろう。今どこだっけ、武蔵境に向かってんのか。でも武蔵って名前ついてるのすごいよな。武蔵って何なんだろうね。いや、まだついてないよ全然。よいしょ。JR の変電所なんだ。はあ、だからブーンつってんのか。なるへそ。頑張るよミニさん。一緒に冒険しよう。第7サティアン、その時が来るまでさんいらっしゃい。夜の方が涼しくなって歩きやすいね。全然ね、高架下がベンチがあって公園っぽくなってるな。いいね。俺も早く帰りてえよ。武蔵野沿線沿い、中央線じゃないの、これ中央線じゃないの。武蔵野900、遠いくね。 960m だって。次の駅960。出発から見てんの。嘘、フォローしてね、その時は車津さん。みんなフォローよろしく、大歓迎です。お、もうすぐ3時間経つから11時間か。しんどいね。12時間じゃクリアできなかったな。甘いよ、甘かったね。12時間でクリアできたらいいっつったけど全然甘かった。一般さんファイトありがとう。頑張れよ。ファイトっていいね。戦えっつって、頑張れじゃなくてファイトにしようぜ。ファイトは好きだよ。戦えはどうっつって。いいね、ファイトだね。フォローしてくれたの一般さん、ありがとう。そうね、頑張れ禁止ね、ファイトね。動けっつって。ワド戦えって。ファイトにしよう。頑張れ禁止。ファイト。戦おうっつって。何かと戦ってる俺がいるんだよね。まだ歩ける。まだ俺は歩ける。行けるはず。まだ俺は行けるはず。行こう。よし。何これ、かっこいい。線路がオブジェになってる。めちゃめちゃかっこいいんだけど、これ。え、これやばくない？なんか映画のワンシーンで使えそうな感じがしない？線路がオブジェになってる。うわうわうわ、超かっこいいんだけど。え、これかっこよくない？ほら、信号とか踏切とかコンクリートに打ち込んであって、
すげえかっこいい高架下。何この空間、やべえ。東小金井めちゃめちゃかっこいい。なんかここでね、スタバのコーヒーとか飲んだらこじゃれてるよね。線路もあるし、やべえな。なんか儲かってる街いいな。なんか上級国民が住んでる街いいな。なんかいちいちおしゃれなんだけど、ほらだってさ、ベンチを一つさ上の段に上げる意味ないじゃん。禁煙マークがちょっと悲しいけど、タバコ吸わせろよな、こんなかっこいいところで。ここかっこいいね。ポッポ公園って言うんだって。これ子供に夢あるし大人も遊べるよね。俺こういうの好きだわ。いいな、上級国民が住む街はいいね。年収1000万ぐらいあんのかな、みんな。せいでこういう街に住めるようになりてえな。グローバルキッズ英会話教室だ。高架下に英会話教室ってかっこよくない？すごいよね。あ、ごめん、コメント見えてなかった。戻ってきました。コメント復活した。いいよね。よいしょ、よいしょ。あと何メーターかな。ベンチもかっこいいしな。なんかいいな、こういうなんか閑静な住宅街ってこういうこと言うんだろうな。なんか住んでる世界が全然ちげえよ、マジで。ねえ、いいとこ、いい街に住みたいよな。いいよね、なんかこういうなんつうの、静かで穏やかでさ、なんか誰の悪口も言わなそうな街が好きだわ。ゆったりまったり生きててね。え、大学どこ行こうとか誰々くんが好きとか、そういう悩みで溢れてるような世界がいいな。結構ドロドロしてんの嘘、俺のデジロこの辺に住んでんの。やめて、やめて、ほんと。今俺この街にすごい夢を抱いてるから、結構ドロドロしてる話聞きたくないんだけど。翔さん風船100個ありがとう。いや、人間は環境によって作られるんだよ。結構ドロドロしてるんだ、やだな。住んでみないと分かんない。ああ、まあキモいって振り返るだろうね。いいんじゃない、キモいんだから。あと 550m で武蔵境、頑張ろう。ワイは貧民館で北斗の拳の世界で生きてきたい。あ、西成とかね、あれはあれですごいドラマチックな感じがするけどね。もう今ね、武蔵小金井からどこだっけ、武蔵境に向かってる。あと 500m で武蔵境。ただもう足がぶっ壊れてね、普通に歩けないんだ今。ビッグ引いてる。我関せずな、ゆったりまったり。うちもあそこも、あた、うちのあたりもそんなとこ。いやー、憧れますよ、なんかこういう街。
間隔が短くなったね。アブロンの定期ありがとう。いい街だな。なんか芸術とかが溢れて、なんかこう静かな街が好きだわ。こういう街で静かにのんびり暮らしたい。羨ましいよ、こういう街で育ってる若者が。うん、そうだね、武蔵境着いたらちょっと休憩しようか。ベンチあったらちょっと一服したいね。カフェがおしゃれなんだよね。いちいち高架下とは思えねえよ、本当に。ずーっとこんな感じだからね。上級国民だよ、上級国民。ちょっとデートしたいな、この辺で。でもなんかいいよね、こういう歩かなきゃ絶対分かんなかったもんね、街の空気っていうか。なんかね、今度ここデートに使おうとかさ、やっぱ女の子が喜びそうじゃん。なんかこういうところでさ、ちょっと遠出しようよっつってさ、こういうおしゃれなところでさ、コーヒー飲むだけでもね、雰囲気違うもんね。ねえ、願いはきっとかな、叶えたいね、叶えよう。こういうところでお茶できる男になりなろう。こういうところでさ、ケーキでも包みながら、つまみながら、なんかこうかっこよく仕事できるようになろうぜ。おしゃれ街だね。そうだね、ああいうお店の、さっきの公園で弾き語りのんちゃん聞きたいんだろうね、多分ね。俺のライトアップがね、かっこいいね、センスがいいね。センスが磨かれるよね、やっぱこういうところ来ると。あと何メーターだろうな。意外と安かった。いや、この辺高級住宅街だよ。ブロンさ、この辺の土地の相場調べてごらん。めちゃめちゃ高いよ。調べてごらん。引くよ、引くよ、本当に。俺一回調べたことあるけど引いたもん。えってなるよ。要はもう郊外に住めなくなったから、東京に仕事を持っててこっち側に豪邸を建てる人たちでしょ、一軒家を。だからその上級国民、東京で稼げる人たちがこの辺に家建てる、要は最短距離地なのよ。23区外に家を建てるなんて無理だから、マンションしかないでしょ。だからこの辺っていうのはバカみたいに高いよ、もう。むしろ値段上がり続けてるはず。意外と安くないよ。むしろ開発が進んでるからこういう街づくりになってるわけだから。あ、ここで座ろう、ここで座ろう。もうダメだ。おままうたさん、これ1週間動けねえな、多分1週間動けないね。ちょっと休憩します。でももうなんかゴール見えてきた感があるね。多分ね、三鷹まで行ったらね、結構ポン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 行きそうな気がする。まあ下手したら朝だな、これ。駐車場安いんだ。相場10万。あ、まあ 1LDK で相場10万だったら全然安いよ。
思ってたより安かったわ。 2LDK7 万からあんの？マジで？折り返しよりもだいぶ先に来たでしょ。もうあと何キロって出てる？多分武蔵境目の前なんだよ。武蔵境から新宿は多分ね、そんなグネグネしてないはずなんだ。俺の予想どれくらい出てる？足もませてごめんね。もうちょっと本宅はもうちょっと行けば見させてほしい。ね、本宅ってことはセカンドハウス持ってるってこと？やべえな、成功者すぎるし。土地価格30坪4000万円で田舎の自分震えるでしょ震えるっしょ。30坪ってギリギリ家建てられるかどうかじゃん。それはさ、なんか感覚おかしくなるよね。庭なんてないよね。それは屋上でガーデニングとかわけのわかんないこと言うよ。びっくりしたでしょ。3000万台とだって。あ、そう、あ、そう、あ、3000万台だったら夢あるな。え、買えるね。3000万だったら配信でもしかしたらさ、10年ぐらい配信頑張ったら買えんじゃねえの。え、マジで？土地付きで戸建てで？マジ言ってる？あややもさ、え、結構良くない？都心アクセス良くて3000万円台あるの？え、普通にいいな。いや意外だわ。もっと7000万とか8000万とか行くと思ったけど。あ、旦那が住んでるところが本宅。いや、セカンドハウスあるじゃん、すげえな。それセカンドハウスって言うんだよ、そういうの。成功してますね、うたさん。いいね、なんか俺もそうなれるように頑張るよ。なんかいいね。中古でもいいよね、全然この辺だったら。いや、この辺に住みたいな、東京だったら。なんか今日通った中では一番住みたい街かもしんない。武蔵境とかこの辺。武蔵境駅から新宿まで14キロで約3時間か。第37キロ。あ、でもだいぶ楽になったね。だいぶ楽になった、ありがとうブロン。あと17キロか。いや、でも見えた見えた、見えてきた見えてきた。ちょっと待って、太もももみほぐさして、もうちょっとのんちゃんの家までラストスパートで行きたい。ちなみにさ、武蔵境からさ三鷹まではどれくらいあんの距離？次の駅中古でも全然いいよね。あ、3000万円台か、夢あるな。でもさ、これから少子高齢化だからガンガン土地の値段下がっていくと思わない？俺の読みそこなんだよ。なんか少子高齢化高齢化って言ってるけど、お年寄りって絶対なくなるもんじゃん。世代交代があるじゃん。だ、段階の世代がドカッと減ったら急にお金回って第2、3次ベビーブームとか来そうな気がするんだよね。土地の価格は暴落して若者っていうか俺らがね、50代60代ぐらいの時に大金掴んで急に経済回ると思うよ。それが俺の読みなんだよ、日本復活の。なんかその目先のね、一番悪いバッドエンディングだけしか教えてないじゃん、あの政府って。だけど全員亡くなった後相続でガッて入って、で若者たちがバンバン金使って土地の値段は下がって革命が起こると思ってんだよね。 Google マップで三鷹駅最短 1.7 キロ。ああ、約22分。今だと40分かかるね。空き家増えるっつうか、今その空き家の数何万棟だっけな、とんでもない数なんだよ。なんだっけ、500万棟じゃなかったっけ、なんか調べたら出てくるよ。200万棟か、とんでもない数が空き家になってんの今現状で。都市に過密に集中してるだけで、その田舎の方とかもすげえんだよ。だからね、俺は一気に日本再生じゃないけど日本の経済がガッて回って、でもまあ全体的な規模が小さくなっちゃうのはしょうがないけど、あの幸せになる国民は増えると思ってる。それがね、楽しみなんだよね。その俺たち
金貧乏ずっとさ貧乏暮らししてるわけじゃん若いやつら。そいつらが50代になってやりたいことができるようになるっていう。だからそれまで耐えようぜっていうかね、遺産は受け継ぐわけだからその時までそのねガーッと耐えてればその時ね本質が出てくるんじゃないかなみたいな。それまでに何を磨いてきたかで、それで相続税 100% やろうとか言ってる？ふざけんなよな。そんなことしたらもう暴動だよね。そんなことしたら暴動だよね。空き家だらけになるでしょ。だから土地の値が下がるはずなんだよね。都市、東京とかは違うかもしれないけど、少なくとも全体的に土地の相場は下がるはずなんだよね。そうだね、リスナーのたまり場兼自宅は作りたいなと思ってるよ。なんかコワーキングカフェを下でやりながらリスナーさんのたまり場作って、でそこの隣に映画作業所で障害者の事業所作って、でその裏に自宅建てようかなとか、うん、相続税がすごいんだ。夢ねえな。ダメだ、官僚頭良すぎるわ。ダメだ、日本はダメだ、官僚が頭良すぎるわ。ダメだダメだ、官僚が頭良すぎる。俺さ、いまだにさ、財務省が発表してるさ、国民一人頭の借金、国の借金、国民の借金って俺笑ったよ。本当にネガティブキャンペーン好きだよね。国民に借金なんかねえから。まあ、厳密に言うと末端国民が税金で払わされるんだけど、もうめちゃくちゃだよな本当に。あれは政府の借金なんだけどっていう。あ、土地価格も上がってるんだ。国が借りてるのにね。なだけど厳密に言うと合ってて、一部の大金持ちが債権を買ってるわけじゃん。だからその人たちに集まっていくだけだから、その負債分っていうのは政府が借りてるから末端の国民が税金で払うっていう理屈は合ってるんだけど、厳密に言うとそれさ、バランスシート的におかしいの。なんでかっていうと、国が持ってる所有財産とかを抜きにして借金だけ、要は債務だけを発表してるから、その国ってその財産持ってるわけじゃん。 ODA とかで お金回収できるわけだから、だからその資産を出さないでなんで債務を出すんだっていう。特別会計に蓄えもあるしね。そうだからめちゃくちゃなんだよね本当に。どんだけ国民不安にさせんだよっていう。まあでもね、頭のいい高橋陽一さんとかさ、高橋陽一さんだっけ、高橋さんとかさ、あのなんだっけ、トマベチヘタドとかペラっちゃってるじゃん今反権力だ。まあ面白いよね、両方の情報リテラシーでね。うん、相続税払えない大変だから。ああ、まあね、資産持ってる人は大変だよね、税金対策増税するのが。いや俺はね、あの正直言って増税ね、もうね、あのなんつうの、アメリカみたいにそのなんつうんだろう、生活に必需品じゃないものに関しては 30% とか取っていいと思うよ。車とかさ、家とか、あ、家はまあ微妙なところだけど、時計とかさ、そういうものに関しては 30% ぐらい取って増税していいと思う。ただあのね、みんなね、これ本当に調べてほしいんだけど、法人税の推移見て。法人税の推移、これマジで大事なことだから、知ってる人はさすが和道って言って、知ってる人はさすが和道って言って。あのね、消費税の税収何兆円とか全部グラフで出るから、で法人税の推移見て。本当に狂ってるからこの国、頭くるよ、めちゃくちゃだから。法人税を下げてね、相続税も下げてで、所得税上げて、税収のバランスおかしくなってんだよマジで。法人税の推移みんな見てくださいね、怒りを覚えるよ庶民は。もともと消費税なんかなかったんだからこの国。よっしゃ行こう。あ、筋肉もんだらだいぶ楽になったわ、だいぶ楽になった。
あーだいぶ楽になった。豆が痛えだけだわ。すげえな、マッサージってすげえな。すげえ楽になった。だって売上高がどんだけ上がっても従業員の給料上がらないっておかしいかんね。コナさんね、武蔵境だよ。もうすぐ武蔵境よ。びっくりするでしょ、法人税の下がり方マキル。びっくりするでしょ。知ってる知ってる、カーモさん。だから一概に全部悪いとは言わないけど、でもね、あの法人税やたら下げてる理由、カーモさんは実はリテラシーすごく高くていい議論なの。これ絶対返ってくるなっていう議論なんだけど、海外移転したがってるからでしょ。あの日本の企業ってガラパゴスで海外に移転ほとんどしてないんだよ、現実。だからね、もうだったらね、その日本古来の企業だけでいいよ、もう。だって韓国系の企業でしょ、カーマさん、それ。そうでしょ、正解でしょ。日本の企業全部税金払ってるもん。韓国の、韓国系企業、外資系企業なんだよ。だから、その辺の議論になってくると面白いんだよ。いや、あのね、景気対策やるんだったらゼロ金利やってるわけじゃん。だから、もう何重にもやりすぎなんだよ。法人優遇しすぎなの。アジア企業に来てほしいんだわな。まあ、そうなるわな。まあだから、海外受け入れていって。いや、移民家だよな。もうそれしかねえよな。まあそうなるんだよね。海外、そうなるんだよな。いや、川間さんの言う結論になっちゃうんだよ、結局。もうそれしかなくなってるんだよ。要は GDP を維持しようとするならね。でもね、俺ね、こんなね、1億人しか住んでない日本がね、GDP3 位はおかしいと思うよ。もう、その、どう思う、川間さん。俺、川間さん話できる人だから聞きたいんだけど、俺ね、ドイツよりちょっと上ぐらい。要はヨーロッパの、ヨーロッパ並みぐらいでいいと思うよ。そう、労働人口とかさ。どう思う？俺は正直、もう GDP を、GDP 資本主義、GDP 本位主義みたいなのをやめようっていう考え方の、あの、経済が下がることが悪いことだとは思わないのよ。その、循環すればいいっていうか、国民一人一人が幸せになった方が規模がでかくなると思ってんの。長い将来で見たとき。だから一旦ここは諦めて、20位とかまで最悪下がってもいいから、国民一人一人の幸福度を満たしていかないと、もう終わってると思ってんの。どう、その案は。もうだから移民とか受け入れるとかの前に、その GDP 下げちゃおうよって話。いや、金持ち集まってもダメなんだよ、結局。あの、金は集まってくるし、企業は集まってくるけど、結局ね、あの、それじゃ成り立たないんだよ、今の日本は。そうだよね、貿易黒字と GDP がもう意地なんだよね。今ね、ちょうどね、武蔵境に着いたところだね。あー、着いた着いた。JR 武蔵境駅着きました。13駅目です、皆さん。散歩配信で GDP とかなんだとかいう配信者俺だけだろうな、多分な。何やってんだろう、俺。はい、13駅目です。ありがとうございます。13駅目着きました。何やってんだろう、俺。何が悲しくてさ、散歩配信でさ、あの、法人税の推移を見てみてとかさ、国民の幸福度を上げて GDP をヨーロッパ並みにしようとか、こんな配信ある？めちゃくちゃだよね。客層間違えてるよね、なんか。この話題はね、結構俺は、その、なんだろうな。結構日本が追ってる重要なテーマだと思ってて、俺はあの愛国者であると思ってるの、自分が本当に日本の国のためを思って考えたら今の制度はおかしいと思ってる。めちゃくちゃだよ。はい、ありがとう、歌さん。いや違うんだよ、政治家の考えなきゃいけないことは国民の幸福度を上げることなんだよ。所得を上げることイコールになってるのが俺おかしいと思ってるんだよ。
だって生活保護叩きなんかあれマスコミと手組んで政府がやってんのなんかもう手に取るように分かったもん。国民って簡単に扇動できるんだよ。なんだって冷静に考えてみなよ、一番所得がなくて困ってるやつらが叩かれてるんだよ。俺狂ってるなと思ったよ。そいつらをさ、頑張って社会に出たらこんなにいいことあるよってやらないといけないでしょ。社会に出て頑張って働いたらこんなにいいことあるよって、早く生活保護抜けようよってやらないといけないのに、生活保護叩いてどうすんだよみたいな。まず労働環境変えないとって。生活保護を受けてる人よりもさ、末端のアルバイターの方が稼げないんだよ。俺問題だと思うよ。生活保護の人を叩くんじゃなくて、まず労働環境変えようよって。若者がさ、こんなんで働こうと思わないと思わせてんの政府じゃん。まあだから竹中平蔵が頭良かったんだよな。ね、いや川間さんとの話面白いわ。ニートの定義法文にあるしね。あれは、常勤就寝者雇用者以外を差別した定義だよ。まあ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 、だから見えない階級制度だよね本当に。さっき上級国民って変な言い方したんだけど、俺らの社会って実はその見えない階級制度ができつつあるんだよ。竹中って市民税納めなかった。竹中平蔵さんは小泉改革の時に大臣になって、派遣法とか労働派遣法とか全部切り替えて、その要は痛みある改革を実行したプランを作った人って言われていて、で今まあパソナの社長なんだよ。人材派遣会社のトップについてんの。俺はねちょっとね、元大臣で派遣法を変えた人、要は人材派遣法を切り替えたの、緩くしたので、その人がパソナの社長のトップっていうのはね、ちょっとちょっと変だなとは思うよ。まあ、南部さんねお世話になってたから言いづらい部分あるんだけど、農家もニードなの。もうめちゃくちゃだよな、本当にめちゃくちゃだよ。あとさ、その公務員がさ、公務員って副業禁止じゃん。でも奥さんとかに農家の土地とかやらせて、その JA の問題とか知ってる？その助成金が下りるの800万ぐらい、年収800万ぐらいになるんだよ。だからさ、頭のいいさ、そのプログラムを作ってる奴らがさ、田舎の庭にさ、余ってる土地でちょっとさ、農家やらせてさ、奥さんとかにスタッフとか作って、で、800万とかもらえちゃうんだよ。もうね、何がなんだかわかんねえよ。本当に日本の米を守るって言ってて、もう何が本当で何が嘘か全然わかんない。それはね、昔その生主お米作ってる人からいろいろ聞いたんだけど、なんかねめちゃくちゃだよ本当。経済格差なんか今さ、もうスラムが見えるもん俺、スラム化が始まってるって。だからね、若い子はね、お金を稼ぐことに希望を持てないんだよ。もう根本的に諦めてんの。そう、この道では幸せになれないって本能で気づいてんだよ。だからね、YouTuber とか配信者にね、なんかこう、夢を見ちゃうんだよ。いや、俺はね、日本の米は守るべきだと思ってるけど、そのなんつうんだろう、国が助成金をばらまいてまでやることではないと思ってんの。外国の米入れろとは思わないけど、インフラがこれだけ整備されて無駄に出費させられる国はないらしいよ。それには家賃かかるわな。まあね、いやだからその俺はその一昔前のさ、道路でそれをやろうとか新幹線でそれをやろうって言ってたの俺正解だと思うの。だけど未だにそれをやってるでしょ。要はさ、田中角栄とかすごいのさ、その土建屋上がりじゃん。道路とかをもう徹底的に作りまくってさ、徹底的にインフラ作ってさ、それでよかったんだけど、次のステージ行かないともうダメだよ。だってもう道路できてんだもん、
今道路を整備するってさ、毎回同じところをさ、年に何回もやってる道路ない、地元に。毎年ここ道路いじってんな、毎年踏切のペンキ変えてんなって。あのもう要は金を使わなくちゃいけなくなってんのよ、お上から来てて。もう消化しないといけないノルマがあるの。そうじゃなくて、建てなきゃいけないところに建てようよって、整備しないといけないところに整備しようよって。なんでこれ間違ってるって大人が言わねえんだっていう。いや田舎の方はひどいでしょ。東京とかそのお金回ってる都市だと毎回同じところペンキ塗ったりとか、毎回同じところ道路やったりしてんだよ。うん、そうそうそう、俺が言いたいのは赤サタナさん、そういうこと。だそれってどうなのっていう、うん、ああ水管工事の古くなったやつを入れ替えてるってことか。まあそれはあるもん、うん、いかにお金を使わないかじゃないですか、若者。お金を稼ぐっていうことを知らないよね。で、お金を使い方をだから知らないって感じかな。だからその手元に来た15万円20万円をいかに効率よく使うかだと俺は思ってる。その正しい使い方っていうか、いかにそのコスパがいいものに走るかっていうのが今の若い子の考え方だと思うな。うん、よしよし、じゃあ結論言うよ。頭のいい政治家に任せよう。頑張れ。多分俺の放送官僚も見てるはずだから、官僚に届いたら嬉しいな。よし、俺は和同僚なんだっつって、いいことするぞっつって、官僚がさ、官僚がリスナーになればいいんだもんね。よし、和同が団長が言ってんだから、もっと庶民にお金ばらまくぞっつって頑張ろうね。みんな頑張ろう。官僚を味方につけよう。官僚をリスナーにしよう、俺らの力で。それしかねえよ、もう。俺にできることはそれだけだ。俺は政治家じゃなかったわ。はい、ヤナラッキーさん、お疲れ様です。よっしゃ、官僚をリスナーにつけるぞ。まあでもね、それは世代交代するときに、そういう官僚が出てくるんだろうな、すげえ奴らが。政治家とか。このままじゃダメだろうって。うん、時代は繰り返すし、ね。革命家みたいなやつが現れるんだろうな。初見さん、いろはさん、来てくれてありがとう。もしよかったらフォローしてください。なんかでっかい開けた道に来たな。そうだね、落ちていけばいい。ね。スターが現れるから、待とう。そうそう。今ね、三鷹かな次。え、違うか、次なんだっけ、次の駅なんだっけ、武蔵境に来て、次なんだ、次の駅わかんねえな。誰か次の駅教えてください。もう僕はただひたすら歩くマシーンとなってるんで、まさに今しか生きてないってこういうことだからね。次三鷹か。俺はね、立候補するときは、配信で力がついて、余生でやろうと思ってるね。確実に当選するっていう。区議会議員とかだったら、新宿で2000票集めれば絶対なれるって言われてんの。そういう力を持ったとき政治家になろうかなと思ってるよ。配信業が落ち着いて。だから配信業ってさ、やっぱり、その、ファンが増えるってそういうことだと思ってるから、その先に政治家は俺、選択肢としてあるとは思ってるけど。でも俺にはファンの数が足りないんだよね。だから、まあ、力不足だな、ただの。地震気になるよね。まあでもね、民主主義ってね、なんかね、ダメなやつもなっていいと思ってんだよね。なんかね、二世議員とかさ、
あのタレント落ちが多すぎる気がするんだよ。もっとバカっぽいやつがなってもいいと思うよ。鈴木泰造だっけとかさ、俺は橋本さんとか結構面白いと思ったけどね。なんかもっとね、身近な人がなるべきなんだよ。龍馬は俺は革命家だとは思ってないからね。龍馬はね、革命家ではないような気がする、あの人は。ゲバラとかカッソロとかね。武蔵境三鷹吉祥寺、ありがとう。あーっていうかね、俺はね逆でね、今ねテレビ業界の人があのテレビの中もしっちゃかめっちゃかになってて、番組制作をしている人たちがネットテレビをやりたがってるっていう現状を知ってるのね。テレビ局の番組制作会社がアベマ TV とかに番組持ってたりとか、ニコ生に持ってたりとか、その現場で見てるのよ、実を言うと。たまに仕事だとか打ち合わせだとか言ってテレビ局の番組制作レベルの人たちで会ってるから、あとそのね運営会社とかだからね、テレビ業界も今ねちょっと焦ってるんだよ。でタレントの囲い込みをやってるから、今どっかに泊まったりしてんよ。まあ、桜井誠さんは力あるでしょ。あの人は区議会議員とかならなれると思うよ。やっくん風船30個ありがとう。よし、あー、まあね、だってネットの一番面白いところがテレビになっちゃってんの。要は放送コードがあるんだもん。インターネットで放送コードがあるってありえないからね。要は放送コードってみんな何なのか知ってる？倫理協会とかなんとかだとか言ってるけど、あれ全然違くて、スポンサーの悪口言うなってことだよ、放送コードってそういうことでしょ。結局金持ってるやつに従うってことだ。そんなのに面白いものをネット民が気づくわけないよ。だからね、結局洗脳されんだよ。インターネットもテレビもね、今そのインターネットがまだ黎明期っつうかさ、これからガッてくるところだから、まだ実権は握ってないわけじゃん。これから握るわけじゃん。だけどね、俺ね、ネットもテレビみたいになるって思ってるのが俺の予想。八王子もう出たよ。そう。だからね、俺もね、結局ね、いつかね、権力の側に行くと思うよ。俺がもし成功したらね、権力の側についてね、いや、東京電力最高っつってると思うよ。いや、いいですねっつって。けしからんっつって。生活保護はけしからんっつって。そういうね、腐った人間になるんだよ、俺も。1000万円とか1億手にしたくて。大手メディアで出て、番組持って。もし売れたらだよ。いや、けしからんですな、ニートはっつって。働きなさいっつって。悲しいよな。和道は変わったってその時言うべきだよ。あいつはあんなじゃなかったっつって。権力の側に行ったんだって。いや、みんなってわけじゃないよ。あれは税金対策だから。パンク魂はどうしたっつってね。その魂を金で売っちゃうっていう、ね、残念だよね。あいつはね、山手線一周してたじゃないかっつって。中央線を思い出せっつって。全部アーカイブ削るんでしょ。チャンネル番して、過去の黒歴史を全部消すんだ。どうも、ホラッチョ川上ですって。ホラッチョ川上だっけ、なんだっけ。まあ、権力を握るってそういうことだからね。難しいよ。まあ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 、大人になるってそういうことなんじゃないの？わかんないけど。まあ俺がこういう話をしなくなったらなんか嘘くせえなと思っていいよ。もう窓変わったよ、つって。ああ、あいつ運営から金もらってるなって言っていいよ。なんか嘘くせえな、つって。そしたら俺はね、黙秘するから。シーンつって。知りませんつって。知りませんみたいな顔して黙ってるから。つって。あ、そしたら、あいつ権力側に行ったわって。これは分かりやすいから。そう、嘘はつけないから黙るっていうね。黙秘権を使うから。
てか今どこだここ、合ってんのかこっち、うん、初見真面目すぎやなっつって、まあまあまあヨタ話ですよ、うん、B さん初見さん楽しんでって、もしよかったらフォローしてね、そう分かりやすい、うん、お前運営からなんか金もらってるなっつって、知らんっつって、水増しとかしてませんっつって団子さん真に受けないでよ。だからね、俺の放送の良くないところはね、リテラシーの低い人が真に受けるからね、俺の渾身のギャグなんだけどなカーマとかは分かってくれるんだよ、おいっていうさ、矢野ラッキーさんとかさ、おいおいわどーってここで笑ってくれるんだけど、たまにさ、あのリテラシー低い人がさ、何ですかお金をつかむって、お金さえもらったら何でもやっていいんですかみたいな、向いてないわ俺のリスナー、うん、俺の渾身のギャグを分かってくれよ、うん、俺は50過ぎやから、あーリーさんどうもどうも、まあ、先輩方ですね、大先輩ですね、勉強させてください、うん、いや黙秘権はやっぱふんだんに使っていかないと、あれちょっと待って、のんちゃん、あれちょっと待って、見たか、あれあれのんちゃん起きてる、あれ三鷹駅見えた、ちょっと待って、あれれ なんだかわかんない鉄塔のボロかいやいや団子さん、今のは逆なんだよ、その権力を掴んだら俺変わっちまったっていう、俺もアスペだから、うん、あフォローありがとうございます、のんちゃん右左頑張ります。リーさんありがとうございます。精進します。なんかすげえね、これ渡っていいのかな、これ。なんか電車の、すごいんだよね。矢野ラッキー40代な。子供いない主婦。いや、全然全然。子供いない人もたくさんいるから。え、何この橋。え、これ映画で使えるっしょ。超かっこいいんだけど。ちょっと待って、すげえところ見つけた。これ映画で使えるっしょ、みんな。ほら。これ映画で使えるわ。うわ、いいとこ見つけた。うわ、超いい。うわ、超かっこいい。映画でこれ使えるっしょ。超かっこいいスポット見つけた。金網。金網で超古い橋。で、JR の鉄道。これどう？これ映画で使えない？ちょっとライドがないから伝わりづらいんだけど、めちゃめちゃかっこいいんだけど。どうみんな。リーさんどうも。ありがとうございます。あ、これ伝わんねえな。これ今俺、金網を、すげえかっこいい。これ照明使ったらめちゃめちゃかっこよくなる、これ。太宰治の陸橋っていうの。これすげえところ見つけた。電車がだってここにあるんだよ。みんな。あ、見えねえか。ちょっと待って。あ、見えねえな。すげえ、すげえ、すげえ。ほら。なんかすげえところ見つけた。電車がここにあるの。あ、伝わんねえ。このウェブカメラじゃ伝わんねえわ。わかる？すげえかっこいい、ここ。ここ絶対映画のワンシーンで使える、すげえかっこいいよ、超かっこよくない、ここほらすげえかっこよくない、ここ超かっこいいよね、使える、なんかここ三鷹と武蔵境のところなんだけど、なんか金網から覗くと鉄道なんだよ、全部夜景と、暗くて見えないよね、超かっこいいよ、ここ。わあ、いいスポット、二つ目。いいスポット。ロケーション最高なとこ見つけた。ほら。金網なの。金網の向こう側が、ほら、電車通ってるでしょ。やばくない？ほら。ここ映画で使えるよ。ここ映画に使えるでしょ、絶対。いいよね、ここ。目を覚ませよ、石野みたいな。
ガシャンって言わないの？ガシャンって言わないの？あれ？あれ？効果音でここガシャンって入るから、壁ドン。乗り子っつってバシーンって、ここエヴァンゲリオンのあの美里さんのシーン、ガシャンって言わなくてちょっとショックだったけど、シンジ君っつって、あのエレベーターのシーン、ここ使えるっしょ、超いいになるっしょ、ここえ、超見つけたんだけど、超やべえ、ドキドキ感やべえ、ここ俺のマイスポット、やばくない、ここかっこいいでしょ、うん、ここで捨て頃のシャドウとかさ、ここで PV 作れるじゃん。ここで PV 作ったらかっこいいよね。ここ円になるよね。いいよね。ここ超円になる。うわ、最高。うわ、超いいとこ見つけた。いいよね。いいよね、ここ。ここ超かっこいいよね。ここいいわ。うわ。いや、最高。いいとこ見いっけ。はい、収穫あり、映画のワンシーンいいでしょ。うわぁ、絵になるわ、ここホラー映画も撮れるよ、ここで超怖いでしょ。うわぁ、見つけたわ。いやー、はい、ワード2、超やばいわ、テンション上がるわ。こういうさ、ロケーションのいいところ見つけるとテンション上がるんだよね。うわぁ、見つけた。ここは太宰治の陸橋って言うんだ。で、今俺どこにいんの？俺今どこいんの？のんちゃん迎えに来て。のんちゃん俺今どこいんの？のんちゃんいる？どっかから迎えに来て。あー、豆が痛い。太宰治の陸橋ね。あー、もうべっちゃべちゃ、足がもう皮がずるむけ。のんちゃん、のんちゃん、わからん。え、ここ、え、わからん。え、まだ駅違うのかな。あー、書いてあった、太宰治陸橋だって。三鷹、太宰治が生きた町、陸橋。へえ、いやー、これは大発見ですね。ゆかりの場所なんだ。すげー古いよ、だって石階段だよこれ。すげーよ、ありがとう教えてくれた人。陸橋だって。いや、これテンション上がったわ。マジで今日歩いた甲斐があったわ。いや、マジで俺こういうさ、なんか隠れスポットみたいなフェチなの。かっこいい映像フェチだから。あ、これは映画に使える。うん。ゆうこちゃんいらっしゃい。あの、タイトル読んで。ブハ、今日は。ドラゴン風船5個ありがとう。足痛っ。はあ、入水したところ、え、嘘、え、太宰治があの自殺して死ねなかったところ、え、海じゃないの入水って、え、マジで言ってんの。俺太宰治海に入水して奥さんだけ、恋人だけ死んじゃって太宰が生きてたと思ってたんだけど、マジで。あと9分か、どうしようかな。俺は今どこにいるんだ。
あと9分です。みんなフォローたくさんありがとうね。アイテムもたくさんありがとう。なんか楽しい回だったね。シャープさん面白かったね。やっぱ誰と話すかだな。リスナーさんいいね。風の散歩道を行くとある。へー、ちょっともう今日はまあ太宰追っかけるのいいかもしれないね。映るんだよね。やめとこうぜ。今三鷹に着くのかな。もうあ、みゆちゃん、風船さん、ハート参加ありがとう。あれもう三鷹駅か、これちょっと。じゃあ俺三鷹駅移して一旦枠閉じるわ。でのんちゃんの家に行くんだけど、あのプライバシーの関係でちょっとのんちゃんの家特定されたくないから一回切るね俺。のんちゃんの家から放送するわ。 OK で三鷹駅で再スタート。それで OK OK。三鷹駅を移して終わって三鷹駅で解散で、のんちゃんの家から雑談スタートでバッテリー充電 OK ですか。で三鷹でバッテリー充電終わったら再スタート OK OK。それだったら不正もクソもないもんね。そうしよう。で、のんちゃんもしよかったら三鷹駅に迎えに来てほしい。のんちゃん車で三鷹駅に迎えに来てくんね。無理。OK、ありがとうみんな。じゃあフォローたくさんありがとう。もしよかったら初見さんフォローしてください。頑張ります。あの1時間休憩とともに、バッテリー充電をして三鷹から再開します。ちょっとね残念だけど12時間で終わらなかったけど頑張ります。のんちゃん三鷹駅で待ってるよ。じゃあ速攻来てもう着く多分。三鷹吉祥寺荻窪荻、西荻窪荻窪阿佐ヶ谷高円寺、高円寺まで行ったらもう楽だな。中野、東中野、大久保、新宿、OK。感動の新宿だな。よし。うい、俺のデジルさん、いつもありがとうね。ちょっとね、申し訳ない。あ、本当は歩き続けたいんだけど、バッテリーが、ちょっと今日調子悪くて、本当に充電切れそうなんだわ。申し訳ないけど、やっぱり機材ありき、放送ありきなんで、そこはご了承ください。あの、ちゃんと足は休めるんで。ただ、あの、絶対ズルはしないです。このまま続行するんで。本当にね、ぶっ通しでできなかったのは申し訳ないです。リスナーさん。ちょっと一回だけ休憩させていただきます。足いって。じゃあ、お疲れ様です。みんなありがとう。後半戦みんなで一緒に頑張ろうね。みんなで頑張ろうね。お疲れ。ちょっと30分ぐらいあののんちゃんの家に移動するんで、あの30分ぐらいかかると思ってください。歩道が狭いからちょっとあれだね。頑張ろうね。でもなんだかんだ来れたかんね、三鷹まで。三鷹まで来れたかんね。頑張りましょう。じゃあ皆さんお疲れ様です。お疲れ解放。ジャニーさんお疲れ。カンさんお疲れ。銀ちゃんお疲れ。みんなお疲れ。まいちゃんお疲れ。多分30分以内には車で移動して配信できると思うんで、ちょっと三鷹で迎えに来てもらいます。のんちゃんにお疲れ様です。
反則ではないでしょ。バッテリーがないんだから。俺だって歩きてえよ。放送できなかったら意味ねえじゃん。ステルペン、分かってくれよ。俺だってやりてえよ。じゃあみんな見えたね。三鷹駅着きました。はい、証拠取ったよ。三鷹駅取ったよ。 OK OK だったら手挙げて。みんな証人になってね。三鷹駅取ったよね。大丈夫だよね。 OK 三鷹駅です。 OK だよね。証人になって。三鷹駅から再スタートだから、ここまで来たっていう証拠が欲しいの。 OK だよね。あれ OK？ あれ電波止まった。OK で、照明 OK、 ありがとう。三鷹の字 OK、 ステルペン待って。いや、三鷹駅今映すから、時間間に合うかな。いや、まあ見る人が見たら三鷹駅しか考えられないんだけどね。ステルペンこれで OK。 ステルペン OK、 ステルペン OK だったら OK って書いて。三鷹駅でしょ。 OK ね、みんな。じゃあ三鷹から再スタートします。よろしくね。じゃあみんな OK、 ステルペンありがとう。じゃあお疲れ様です。じゃあちょっと一旦バッテリータイムに入ります。三鷹駅から再スタートです。で、1時間だけバッテリー充電と休憩がっつり取ります。ここどこだ。じゃあみんなお疲れ、ありがとうね。おつお疲れ。あー、ちなみさん花火ありがとう。ごめん消しちゃった。ちなみさん花火ありがとう。ありがとうね。じゃあ消します。お疲れです。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんねん。もうやめてください。